菅田将暉のオールナイトニッポン。AM93AM1242 日本放送津田将暉のオールナイトニッポン。この時間は僕津田将暉がお送りしています。では早速ゲストをご紹介しましょう。一人ずつ自己紹介をお願いします。どうぞ。野村修です。小声やな。竹内涼真です。間宮祥太朗です。志尊淳です。千葉雄大です。はい、ということで来てくださりありがとうございます。静かに寝てる人もいるから。寝てる人聞いてない。確かにね。時間的にはな。寝てる人もいるから。聞いてるから。そう。みんな聞いてるから。今寝落ちした人びっくりするやん。消せよお前は。じゃあ今寝落ちしてたお前らなんで起こすの。そういうさ、ラジオを消してください。ということで、映画定位置の国から改めて野村修平、はい、竹内涼真、はい、間宮祥太朗、はい、志尊淳、千葉雄大、はい、が来てくれました。まず最初に皆さんに言ってることがあります。注意事項が何件かあります。はい。人数が多いので、喋、うん、るときには必ず名乗ってください。はい。うん、はい。それができないやつはもう速攻退場です。でも聞いてる人分からへんから。はい、はい。ジョニー・デップです。オッケー、じゃあお前のこと今日はずっとジョニーって言うな。ジョニー。野村主演のことジョニーって言いましたから。途中から聞いた人わかんないです。そうね。子孫です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 。15の退場。このわちゃわちゃが聞いてる人がほんまにイラッとされたら終わりやから。そうですね。そうですね。2時間あるから。そうですね。今の言い例、子孫です。子孫です。から、ちゃんと喋る。はい。はい。はい。子孫です。お前。マミヤ。ほら。マミヤです。マミヤです。突っ込むとき。突っ込むときとか大変だね。そう。まあ、多少テンポがね、悪くなるけど、その辺はね。なるほどね。仕方ないの。どうですか？僕の菅田将暉の ANN、聞いたことありますか？ラジオ。オールナイトニッポン聞いたことありますか？おい、なんか言うよ。おい、放送事故なるぞ。野村です。ないです。あ、じゃあ、ジョニー。これからは野村主演の ANN で、あ、噛んでるやんけ。よかった、噛んでくれて。上の人がいけると思われたらどうしようか、お前。まあまあ、でも、これからまだ3回目なんで、俺も。これからね。まだアマちゃんですね。そうですよ。なんでお前上からや。いや、このやっぱ仲いい感じで今日2時間やるわけやで。どうですか？リラックスしてる人いるやろうね、今。あ、野村。え、ジョニー。ジョニーや。どうですか？千葉くんどうですか？千葉です。あ、そう、いいです。真面目です。いいです。そうですね。でも嫌われたくないですよね、やっぱ。深夜ラジオのリスナーの方に、やっぱ、僕意外とラジオっ子でそうだったことがあって。結構聞いてん、そう。ほー。嫌われたくないな。なるほど。いいですね。え、みんなは？他の人は？ラジオ。結構聞く？子孫はあまり聞かないです。子孫はあんまり聞かへん。マミヤも全然。マミヤも全然聞かない。キャプテンもあんまり聞かない。竹内、お前がキャプテンってことは今知ったんや、みんな。これ、海外の人も聞いてるんですか？海外の人は聞いてないです。海外の人は今ハローやから。あ、よかった。ハローやから。よかった。そうなんですよ。基本的に海外に目を向けてるからね。危ないですよ。意識しちゃってるから。そう、リスナーの皆様、竹内涼真くんはね、常に海外意識が強い。これはね、今日一日、多分あると思うんで、よろしくお願いします。ということで、まあ、今日はですね、みんな笑ってるだけじゃあかんで、ほんま。はい。はい、ほんまあかんで。お前めっちゃ笑うやん。ゲストの、まあ、野村修平、竹内涼真、間宮祥太朗、志尊淳、千葉雄大、そして菅田将暉、僕の6人で、誰が一番インテリかを決める、超スーパーインテリ若手イケメン俳優ナンバーワンチャンピオン決定戦。もう一回言って。超スーパーイケメンインテリ、イケメンインテリ俳優ナンバーワンチャンピオン決定戦を。よっしゃ、お送りしていくわけですからね。皆さんイケメン俳優だけじゃなく、インテリ俳優ということで大丈夫ですね。大丈夫です。で、イケメン俳優って誰が考えたの？え？イケメン俳優。そっちに引っかかった。ま、そっちに引っかかった。インテリの方に。インテリじゃない。千葉です。千葉です。野村だよ。人の名前を語ってね、好きなこと言うんだよ。ちょっとやめろよ。インテリ俳優としてのね、やっぱこう舐められちゃダメですからね。はい。大丈夫、自信ありますか？間宮さん。マミヤは自信あります。マミヤさんありますか？大丈夫ですか？このメンバーだったらいけると思います。最近のインテリエピソードなんかありますか？最近のインテリエピソード。はい。最近のインテリエピソードないということで。はい。ないですね。まあ、ちなみに、こいつにはじゃあ負けたくないとか、勝てるやろうとか、キャプテン竹内どうですか？
いやー俺一番ダメそうっすね。キャップは。キャップは、うん、全く本当に成績とかやばかったですからね。本当に学校あれ大学は大学は行きましたけど、うん、お行ってるやん。スポーツで行ってるんで勉強の方じゃないです。今のスポーツでっていう時に、うん、うちの構成作家がすごい笑いましたけど。ちょっとまあでもね、うん、でもそりゃ、まあ、ね、うん、イケメンだけじゃなくインテリアぞっていう、うん、そうですね、心のイケメン俳優じゃないとやっぱり、うん、これから戦っていけませんから、うん、志尊淳どうですか。志尊そうですね、でも周平君には負けたくないです。お、なんで。なんか、うん、負けたらやばいな。あ、いいよ別に負けない負けない。いや勝てばいいじゃん、大丈夫、勝つ勝つ。おお、すごいバッチバチやんか。あ、ごめんなさい、千葉です。千葉じゃん。野村だよ。野村やめろ。まあということでインテリナンバーワン誰が栄光を手にするのか、この後お知らせを挟んで第一試合です。おお、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。東京千代田区有楽町の日本放送キーステーションに全国36局ネットで放送中、菅田将暉のオールナイトニッポン。菅田将暉です。では本日のスペシャル企画に参りましょう。超スーパーインテリ若手イケメン俳優ナンバーワンチャンピオン決定戦。タラルタラルテレレ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 。若手俳優の中で誰が一番インテリなのかを決める企画でございます。ちょっと噛みました。はい、まあインテリと噛むの関係ないからね。はいはいはい。そしてゲストの野村周平、竹内涼真、間宮祥太朗、志尊淳、千葉雄大、そして僕菅田将暉で争います。さあここから第一試合です。大丈夫。いやちょっとテンション上がってんねんって。なかなかほんま、いや今日3回目やからね。何が。あの菅田将暉のオールナイトニッポン。そうやな、まだまだ、うん、はい、まだあるまだお試し期間やね。はい、頑張ろうや。頑張ります。うん、すいません、ありがとうございます。さあここから第一試合ですよ。まあ、6人同時に争うのは、さすがにこう、ラジオとして成立しないので、2人ずつ対決していきます。大丈夫？ 2 人ずつ対決。対決。対決。2人対決って何だろう？ 2人対決って言うと思ったな。まあ、他のメンバーは外で待機しています。まあ、それを3回やって、勝った3人で決勝戦を行います。ということで、第1試合はこの2人。野村周平です。間宮祥太朗です。はい。野村周平、間宮祥太朗。はい。第1試合はこの2人です。うん、どうですか、試合前。自信ありますか。周平には負けないと思いますけど、ね、お、間宮氏周平には負けないと、うん、野村氏どうですか。まあインテリってまあ勝ち負けじゃないじゃん、そこじゃん。俺勝ち負けで考えてね。それどういうことですか。別に勝っても俺もう心では勝ってる。ただ負けたとしても、うん、まあ多分負けた体にはなるでしょうね、うんうん、聞いてる方々は、うんうん、でも俺は負けたとは思わない、うん、今度どうも千葉雄大です。メール来てます。はい、ラジオネームコロンビア、はい、おい須田よ、野村が舞い上がってる、それを抑えるんが今日のお前のお仕事、野村を止めてくれ。そんな舞い上がってへんぞ。まだまだいけるところ、俺さっきなんかいろいろ言われて結構テンション下がってんねんかな。どうしたどうした、そんな。野村くん今日はちょっと、うん、あのテンション低めでお願いしますみたいな。え、マジで、うん、みんなに心配されてたからね。そう、みんなに心配されてんの。暴走機関車、うん、ただ俺は止めらんねんぞ。いいですね。コロンビアさんの言う通りですね。いいですね。ラジオネームピッチョン。マミヤさんが、はい、唯一まともな人なんだろうなという印象です。ああ、ありがとうございます。そうでございます。今度ぜひ不動産の相談をさせてもらってよろしいでしょうか。なんで僕に不動産の相談を。ねえ。やっぱまともな人やから。はい。マミヤさんは。はい。じゃあ勉強しておきます。真面目。はい。ピッチョンさんこれはね、ぜひ、信頼を置いて相談していただきたい。思いますけど、仲いいっけ二人。うん。俺らはね、結構仲いい。そうやね。でもまあ、みんな仲いいけどね。うん。うん、じゃあ、そろそろ。何しますか今の。はい。問題問題。いや、二人でもっと盛り上がるかなと思ったら、意外と真面目やから。あ、いいよいいよ、やろうよ。じゃあ、もっと盛り上がろうよ。お、うん、何の話するよ。お、もっと質問バンバン来いよ。第一試合に参りましょう。よっしゃい。問題はですね、リスナーが送ってくれています。正解数の多い方が決勝進出となります。はい。じゃあ、いきますね。いいですか？はい。はい。問題！ラジオネーム、天草大王。天草大王。この前、僕の身に起こった不幸な出来事とは何でしょうか？
そういうこと。進撃隊のスタート。あ、不幸なこと。まあ、これは。あ、それインテリア。ね、わかんないな。この前、僕の身に起こった不幸な出来事とは何でしょうかという。あ、これインテリ風に答えるってこと？これはインテリの方だったら誰でも答えれる問題ですね。天草大王が。天草大王に何が起きたのかしっかり考えてください。インテリのお二人なんでね。ちゃんと天草大王の気持ちになって。インテリのお二人だったら、これはまあ、まあ、ほんと教科書一ページ目というか、誰でも答えれる。インテリやったらこれは誰でも答えれる。この前、天草大王の身に起こった不幸な出来事とは何でしょうか。あれ、わかるわけないの。なんやねんこの問題。島原。お、お。ではお答えください。まずは間宮祥太郎さん。島原、天草の乱。おお、これは。天草大王にかけてインテリですね。いいですね。間宮です。ありがとうございます。間宮さん素晴らしいですね。では野村周平さんどうぞ。この間でしょ。んこの間でしょ。この間です。4月中ってことよね。そうですね。エイプリルフールに嘘をつけなかった。あー、うん、天草大王楽しみにしてたエイプリルフール、うん、あの嘘つきたかったね、うん、正解を。正解があるんだね。いきますね、うん。正解は、実家から送ってもらったお米を、すべてキッチンにぶちまけてしまったこと。全然インテリちゃうやないかい。どこがインテリやねん。お米一つ。二人とも正解、残念。正解で。でも俺の方がそうやったら悲しいよ。お米食べようと思ったら、うん、2017年やん、うん。賞味期限2016年やった。マジか。いやでも、そういうね、こう、一人暮らしあるあるなんですよ、これは。ね、実家からね、あの、一人暮らしで頑張ってる息子に送ってくれたお米をキッチンにぶちまけてしまったっていう。これはね、がっかりですよ。本当に。お二人とも真面目に答えていただいて。はい。まみやさん何て言いましたっけ。掘り返さなくていいですよ。いえいえ、島原。島原、天草の乱。天草の乱、うん。でも俺の方がそれやったら勝ちじゃない。勝ちって、そうか、うん。まあね、でもこれはお二人とも、残念ながら不正解です。はい。あと2問あるんでね。はい。ちゃんと気合入れてください。気合、はい。はい。ふんどしを締めてる気持ちで。はいはい。ちゃんと気合入れて頑張ってくださいね。はいはい。それでは、第2問。はい。ラジオネーム、何ぬねノーブラ。うわ、おい？本当に？好きな女の子の、好きな女の子のタイプを聞かれた時の一番いい答えは何？シンキングタイム。あ、好きな女の子のタイプを聞かれた時の一番いい答えは何？どうぞお考えください。まあこれはね、インテリ俳優、そしてイケメン俳優のお二人は、これはね、ぜひ、もう、まあ簡単でしょ。もう、2、3個ババッと答えが出てきてると思います。何ぬね、ノーブラさん。何ぬね、ね、もうこんなんも簡単すぎて逆にはずいみたいな。好きな女の子のタイプはって聞かれて、まあまあこう答えると一番、いいですよ。では、ちょっと分からへんよ。お答えいただきましょう。まずは、間宮さん。いっぱい食べる君が好き。おぉこれはいいんじゃないですか。うん、いいね。いいですね、うん。イケメン俳優ですね、ちゃんと。これ、おとといぐらい僕マネージャーに言いましたもん。マジで、うん、マネージャーを口説いたってこと？違う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 。すごいね、食べるから。あ、なるほどね、うん。いっぱい食べる君が好きって。食べることを褒めて、いいですね。じゃあ、野村さん行きましょう、ね。どうぞ。ちょっと聞いて、聞いて。野村さん、好きな女の子のタイプって何ですか？基本、ノーブラの子かな。では、正解は、では、正解は、素直にありがとうとごめんなさいが言える子、かな、です。かなも。このやっぱね、点点点からのかなっていうところまでの余白が大事ですね。いやー、残念。残念、これお二人の好感度が落ちるわ。残念。いや、これ、だからあの、ラジオネームとか関係ないの。うん。やっぱね、ノーブラとか言ってんやったら、ノーブラの子が好きじゃないの。いやいやいや、これはやっぱり、ラジオネームっていう、ラジオの中での名前やから。うん。うん、ああ、現実世界では違うと。これちょっとやっぱ引っ張られすぎたな。ああ、そうね。うん。まあでもその真摯な向き合い方っていうのは非常に、インテリ俳優として、いい傾向よ。いい傾向だって。うん、
残りあと1問やから。正解する？それもう言っちゃおしまいだな。いやいや、それはもうやっぱりインテリ俳優真正面からぶつかっていただいて。うん、そしてですね、最後の問題は2択です。最初からこれでいいやね。2択。2択です。なので、うん、同じ答えは選ばないでください。どっちかがどっちかってことだよね。そうです。2択です。さあ、これ決まるからね。はいはい。いきますよ。第3問。ラジオネーム、レゼスタ。かっこいいな。俺が思う迷宮だと感じた駅はどっち？ 1 東京駅、2新宿駅。俺行っていい？シンキングタイムスタート。俺決まった。まだまだまだシンキングタイム。ああ、そういう感じ。まあまあ改めてこう反復してね、答えが合ってるかっていうのを確認するのもインテリ俳優ですから、うん、レジスタが思う、レジスタが迷宮だと感じた駅はどっち？レジスタの気持ちになってもう一回考えてみて。今、野村で考えたやろ？レジスタの気持ちもう一回考えて。ライアン・ロゼリングじゃダメ。ライアン・ロゼリングじゃないから、お前は。なぜなら。はい。じゃあ、じゃんけんでいい？さっき言うの決めよう。オーケー。最初はグー。じゃんけん、ぽい。ああ、くそ。もう終わった。じゃあ、間宮祥太朗さんが勝ちましたので、答えていただきましょう。どうぞ。新宿。2の新宿駅。はい。野村さんは？どれかなぁ。まあまあ、ここは迷いどころですね。巣鴨。なんでやねん。そこ1の東京駅しかないやん。東京駅。でも東京駅、そうやね。東京駅やね。じゃあ1の東京駅。1東京駅。うん、すごい、ちゃんと野村周平が真面目に企画を組んでくれた。やってる。さあ、これは、正解。があるもんね。は。うん。新宿じゃない？どうなの？1東京駅。やばい！おぉ！めちゃめちゃ喜ぶじゃない。ということで、野村周平1問正解、間宮祥太朗0問正解、勝ったのは野村周平。はい、ざまー。間宮祥太朗ざまー。素晴らしい。イケメン俳優、そしてインテリ俳優、まさかの後半の答えで勝つという。うん、どうですか、勝者の野村さん。まあでも当然の結果っちゃ当然の結果なんで。ほう。敗者は早く外に出な。最初に心で勝ってるって言ったんで、あれだ。まあちゃんとね、実績を残したからね。いや、素晴らしい。どうですか、間宮さん。もうこれで。はい。負けましたよ。いや、でも、僕、島原天草の乱はなかなか、そうですね、いいとこ出してきたなと思ってるんで、悔いはないですね。勝ったみたいなね。でも俺も基本の。では、お知らせを挟んで第2弾。おい。菅田将暉のオールナイトニッポン。菅田将暉です。では引き続きこちらの企画。超スーパーインテリ若手イケメン俳優ナンバーワンチャンピオン決定戦！イエーイ！若手俳優の中で一番のインテリを決める企画でございます。ゲストの野村周平、竹内涼真、間宮祥太朗、志尊淳、千葉雄大、そして僕、菅田将暉で争っています。二人ずつで対決して勝った三人で決勝戦を行います。第一試合は、野村周平、間宮祥太朗が戦い、勝ったのは野村周平ということで。はい。で、第2試合のお二人はこちら、竹内涼真、志尊淳。竹内君、あのちょっとマイク近かったそうなんです、はい、あ、ごめんなさい。気合が前に出すぎです。ただいいことですよ。はい、竹内君いいですよ。さあ、第2試合はこの竹内涼真、志尊淳でお送りしていきますが、はい、まあ試合の前に、あの第1試合のお二人がね、あの非常に真面目なお二人で、はい、あの本当はもっと盛り上がると思ってたよ。そうなんですよね。もっと盛り上がると思ってたら、みんな真面目に、うん、天草大王、あ、島原の乱とかいうやつやってたから。何やそう。一番恥ずかしいっていう。そう。まあ、インテリとしては合ってるんやけれども、うん、ちょっとね、あの、お二人はその二人を見てるから、はい、傾向が分かってると思うから。そうですね。それを踏まえて、どうですか？いや、でもね、向こうは、子孫どうですか？子孫は、あの、聞いてる側は、うん、すっごい真面目に答えちゃってたんですよ。マジか。はい。なるほどね。東京駅、新宿駅、どっちだろう？いやいや、わかるわけないね。でも実際、東京駅は京王線がめんどくさいし、みたいな、そういう話を。最近、新南人がね、ね、出たしね、っていう話をしてたんですよ。いや、わかるわけないね。わかんないけど。あ、お米？お米？お米ね。お米ね。わかんないよ。レゼスタ、会ったことないやろ？会ったことない。ああ、レジスタやったらこう思うわってならんやん。ならない、ならない。いやー、なんで、これはね、お二人とも。ただまあ、ここ、インテリ俳優として。そうですね。譲れないポジションですから。はい、譲れん。え？譲れん。どうですか？竹内さん。譲れん。インテリ俳優譲れんとか言う？まあ、インテリ俳優譲れん。
全然関西弁できない。そんな中メールが来ています。はい、ラジオネーム、そしてこれからも。竹内先輩。はい。自分は、竹内さんが定一の国の役割で挙げられている、俺は正しい道で勝つという正義感溢れる言葉に感銘を受け、はい。竹内先輩に一生ついていくと決めやした次第であります。今は竹内さんが毎朝やられているというコンクリートを置かずに丼飯15杯を3秒で食うというルーティンを必死で行っているところであります。なんでしてんだお前。ラジオ頑張ってください。おっすおっすこいつすごいな。熱狂的なファンがいるということで一生ついてこいお前これは毎日やられてるんですか。コンクリートを置かずに丼飯15杯を3秒で食うという非常にストイックインテリ。ストイックですね。ストイックインテリですね。何ですかこれは。コント番組ですか何言ってるんですか親が子供に見せてもいい教育番組。教育番組ですか、はい、これすごい本当教育に道徳を教える番組ですから。ラジオネームシンドローム。ねえねえ野村もうどっか行った。いやもうあいつマジ怖えよ。根っから明るくてただただいいやつ。攻撃しようもないしいじりようもないし、あいつだけマジで怖くて自分らしさら出せねえよ。おいシンドローム、シンドローム、ちょっと言葉が良くないぞ今はね、うん、周平くんは向こうで、うん、多分ちょっとウェーイってやってます。お前ウェーイって言ってる。でもちょっと喜んでる、ね、喜んでます、ね、ちょっと喜んでる。本当よかったです、このタイミングでシンドロームさん出てきてくれて。本当です、はい。シンドローム、さあ緊張が高まってまいりました。いや緊張します。もう龍馬くん今日超ノリに乗ってますからね。あ、めっちゃ楽しみにしてましたから、はい、お、いいですね本当に。ではそろそろ第二章に参りましょう、はい、問題はリスナーが送ってくれています、はい、正解数の多い方が決勝進出となります。はい、ではいきますね。はい、問題ラジオネームギンギンしてんじゃねえよ。おー意味ありげだな。無人島に何か一つ持っていくなら何を持っていく。進撃タイムスタート。うわ無人島でしょ。無人島に何か一つ持っていくなら何を持っていくという。名前何でしたっけ。よーくお考えください。ラジオネームギンギンしてんじゃねえよ。ギンギンしてんじゃねえよさん。ギンギンさんが、まあ、これはもう昔からよく言われている問題でございます。はい、インテリだったらギンギンさんが考えるってことですよね。そうです。ギンギンしてんじゃ、ギンギンさんじゃありません。ギンギンさん、ギンギンしてんじゃねえよさんです。ギンギンしてんじゃねえよさんがかの思う無人島に何か一つ持っていけば何を持っていくかー、どうしようかな。インテリの答えですもんね。インテリだったらまあすぐにパッと答えが出るでしょうと。まあちょっと簡単すぎたかもしれませんね、うん、ではお答えください。竹内涼真、ステーキ、タンパク質だけ取ってろ。続いて、シソンジュン。シュークリーム、甘いもの食べてろ。正解は、ママ。いや、もういい加減、いい加減してくださいよ。本当にこれ、ちょっと勘弁してくださいよ、本当に。何、何、どうして、どうして。いやいや、本当に。何すか、これ。何、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 一生懸命、受けになろうとして、勢いで言ったのが恥ずかしいっす。いや、ママ最強でしょ。よう考えてみ。何でもしてくれるで。何でもしてくれるじゃん。ありなんすか。そう考えると、お前今までママに何してもらった？いっぱいしてもらった。めっちゃいろいろしてもらいました。洗濯、掃除、ご飯作ってもらったね。おむつも変えてもらった。おむつ変えてもらったね。今生きてるのは誰のおかげ？はい。せーの。ママ。でしょ？ママのおかげなんですよ。ママのおかげ。そうだ、ママか。サバイバルにママがいたら、これはもう完璧ですから。ママサバイバルもしてくれるんです。ママサバイバルもできますよ。エプロンつけて。残念、二人とも不正解ということで。そっか、でもちょっと納得させられちゃった。そうだね。いや、でもちょっとこれぐらいの問題は簡単に言ってほしいな。そうですね。パパッと、もう目つぶってでもなんか余裕で答えてほしかったです。そうですね。ちょっとシンキングタイム、外で見てるより明らかになんか短く感じるね。短く感じるね。うん、行きましょう。はい、第2問。はい。ラジオネームジェット。僕の初恋の相手といえば、ゆうこちゃんですが。ゆうこちゃんが。ですが。ゆうこちゃんがバイトしていた喫茶店のおすすめメニューは、店長特製何シチューだったでしょう。シンキングタイムスタート。なんだよそれ。シンキングタイムスタート。店長、僕の初恋の相手といえばゆうこちゃんですが、ゆうこちゃんがバイトしていた、喫茶店のおすすめメニューは、店長特製何シチューだったでしょう。シンキングタイムスタート。ちょっと待って、ジェット。まあこれはね、ジェットの初恋といえばゆうこちゃんですから。ゆうこちゃんが、バイトしてた喫茶店のおすすめメニュー、店長特製何々シチュー。まあこれみんな一回は聞いたことあるおやつですかね。やっぱり何シチュー、はい、まあ、結構ありふれた答えですよ。さあ
答えていただきましょう。竹内涼真。店長特製、あまりにもうますぎて結構結構激しい出中です。もう待って、無理最悪。もう志尊淳どうぞ。喫茶店ということで、はいはい、コーヒーシチュー。店長特製コーヒーシチュー。はい、正解は店長特製メガうまファンタスティックシチュー柚子胡椒を添えてでした。もういい加減にしてくださいって思ってる。二人とも正解、残念。最悪だよ、もう。もう今、竹内さん、はいはい、コーヒーシチューって言った時に、はいはい、ディレクターさんが、はい、おすげえとこ来たなみたいな顔したんですよ。でしょ、騙されたんですよ。なんすか、完璧にバカにされたんですよ、今。竹内さん、なんて言いました？ちょっと覚えてないです。あまりにも、うますぎて、なんか激しく、激しく、シチューじゃないですっていう。ちょっと、いやちょっとこれは残念やな。ちょっと、いやもう僕たちも残念です。二人ともなんか残念ですよ。全然インテリじゃない。うん、全然インテリじゃない。今ただのイケメン俳優ですよ。いいんですか、これ。最終問題二択です。あ、これ二択なんですね。これ二択。最終問題二択です。はい、これはもうバシッと正解お願いします。はい、もう絶対ここまで当たんないよね。もうね。何ですか？もうさ、何でもないです。向こうで言ってたんですよ。何ですか？これ大喜利大会かな。もう最終問題。無視なんですね。ラジオネームストロング。次に挙げる二つの虫は、僕が考えた存在しない虫ですが、一体どっちを先に思いついたでしょう？進撃タイム。知らないよ。1、はい、アメリカアルティメットカマキリ。うん、2、カレピッピオオカブト。シンキングタイムスタート。待って、あ、俺もうこれ決まりました。次に挙げる2つの虫は僕が考えた、ストロングさんが考えた存在しない虫ですが、一体どっちを先に思いついたでしょう。1、アメリカアルティメットカマキリ。2、カレピッピオオカブト。この問題ひどいな。ひどい。ひどい。なんすかこれ。先に思いついたのはどっちでしょう。もうこう考えるだけもうなんか無駄な気してきました。ちょっとね、これはバシッとインテリとして、はい、こう理論的にね答えていただいて、はい、では竹内涼真さんどうぞ。名前忘れてた。1、アメリカンファンタスティック、お、ザリガニじゃねえか。違う。おい。アメリカ、おい。1、アメリカアルティメットカマキリ。2、カレピッピオオカブトですか。1のアメリカファンタスティックだと。アルティメットや言ってんの。アルティメット。アルティメット、お前ファンタスティック好きやな。ちょっと待って。アメリカ、うん、な、カマキリ。カマキリ。カマキリの方。シソンジュンさん。でも僕はこれ、言いたい方言えました。お、カレピッピ、オオカマキリ。オカブトや。お前、覚えらんないでしょ。お前二人とも全然ちゃうやんか。なんで？なんでなんで？これはですね、うん、まあ普通に理論的に考えますと。お、理論的にインテリっぽい。アメリカ、アルティメットっていうのは、うん、ちょっと、うん、なんだろう、抽象的すぎる感じがするんですよね。なるほど。やっぱり考えるならちょっとギャグっぽく面白くいきたい。違う。で、カレピッピ、あ、これ面白いやんって考えたと思うんですよ、ストロングさん。どうですか？基本的に、虫とかっていうのは、はい、日本よりアメリカの方が種類が多いです。うん、なるほど、はい、これは強い。はい。土地が広いからね。そうです。やっぱり。大きさが違うんで。ね。はっきり言ってしまうと。そうです。自然の量がちゃいますからね。そうなんです。ただアメリカが好きなだけじゃなくて。まあ、USA カブレってのありますからね。それでは、正解に参りましょう。正解は、2、カレピッピオオカブト。志尊淳さん、大正解ということで、竹内涼真、0問正解、志尊淳、1問正解、勝ったのは、志尊淳さんです。ありがとうございます。素晴らしい。非常に理論的でしたね。そうですね。まあ、この理論は間違ってなかったですね。はい、ね、竹内さん何て言いました？うん、間違ってる。え？間違ってる。何が？彼は間違ってる。彼っていうのは誰？ストロングさん。ストロングさんは間違ってる。間違ってる。いや、ストロングさんが思いついたんやから、それは合ってるよ。そう。いやー、だってもう基準がだってに、日本になっちゃってるね。え？僕は基準が USA なんで。いやいや、日本やからここ。まあ、そうですね。うん。いやー、白熱した勝負でしたね。どうですか、勝って。孫淳さん気持ちいいですか。まあ気持ちいいですし、まあ想像通りって感じですかね。そうですね、はい、インテリですからね。そうですね。ではこの後はお知らせを挟んで負けた2人とトーク。
リスナーが送ってくれた耳がキュンとなるフレーズ。勉強頑張れ、お前やったら絶対大丈夫、応援してるから頑張れ。菅田将暉のオールナイトニッポン、僕も頑張ります。こんなパターンもあるんです。 FM93AM1242 日本放送キーステーションに全国ネット、菅田将暉のオールナイトニッポンをお送りしています。今日のゲストは野村周平、竹内涼真、間宮祥太郎、志尊淳、千葉雄大をお迎えして、超スーパーインテリ若手イケメン俳優ナンバーワンチャンピオン決定戦をお送りしています。第1試合野村 VS 間宮、第2試合竹内 VS 志尊が終わりました。ということでこの時間は負けて、もう出城のないお二人に、なんという言い方来てもらいました。間宮祥太郎、竹内涼真です。間宮です。竹内です。よろしくお願いします。どうですか、インテリじゃなかった今のお気持ちは。インテリじゃなかったというか島原天草を言ったのが一番恥ずかしい回答とかなんとかいじられてたのがちょっと気に食わないですね。あんなちゃんと一番インテリやったのに、うん、思いついたぞって思ったから、うん、そんな間宮さんに、はい、あのメール来てます、はい。ピッちゃん、ラジオネームピッちゃん、ピッちゃん、間宮さんが負けてしまったことに涙が止まりません。本当に俺の物件探しはもうどうしたらいいんですか。間宮さん、はい、野村あいつ何なんすかっていう。いや、野村が何なんすか俺は毎日思ってる。本当にねえ、だからもう物件探しを、俺の行く末は不動産王か何か。得意なの。でもやっぱ一番こう真面目やと声色だけで思われたってことやからね。声色だけでって言うなよ。どうですか、竹内さん。負けてですか。はい。いや、まあ、悔しいですけど。まあ、志尊淳に負けたということで、ね。なんかやっぱ問題を出してきた人は僕らが一生懸命こう頑張って答えているのをこう。うん、あざ笑ってんですかね、声を聞いて。え、え、あざ笑ってんですか、うん、よく聞こえなかったですけど。あの、シューの名前ね。そうそう、ダラダラしちゃうから。そう、ダラダ、ただ、うん、あの、めっちゃ評判いいと思うよ。うん、え、ほんとっすか。そんな、あ、竹内信者がすごいわ。さあ来た。ラジオネームガロウ。はい、おっす、竹内先輩。はい。自分は竹内さんが負けたとしても、前のめりに負けていったと感じています。はい、うん、前のめりにいて負けたと感じています。背中に傷をつけない、それが竹内さんの生き様。コンクリートを食いながら一生ついていきます。あー、歯が痛え。いいぞいいぞ、情緒がすごいな。いや、もう信者たくさんですよ。すごいっすね。今だからこの不動産を探している間宮ファンと不動産信者しかいない。コンクリート一緒に食べたいという竹内ファンといますが、うんうん、お、まだ来てますね。ラジオネーム、タイラー・ダーテン。俺、同世代のイケメンがピーチクパーチクやってるチャラチャラレイディオがマジ許せなくて、おっと、今日もラジオガブガブ噛みながら聞いてたんだけど、一個だけ気づいたことがある。千葉くんはマジで可愛い。須田は MC の責任感をもっと持って、うん、千葉くんの描写はもっと繊細に、鮮明に描いてほしい。うん、千葉くんしんどかったら寝転がっておしゃべりしていいよ。千葉くんにメール読んでもらいたい。まあね、でも、千葉もこの時間だとヒゲ生えてるけどな。そうですね。青くなってきてる。今日間宮氏に一発何言ってきたんですけ。いや、俺ね、今日の千葉見てなんか可愛いな、うん、おお、あれ今日可愛いねって言ったら、うん、髪切ったって言ってきた。うわー、可愛い。オレンジのパーカー着て可愛い。可愛い。そしてサラサララジオネームカブトムシ、うん、ママが甘やかしまくった結果ママが甘やかしまくった結果、それが野村周平だ。お前めっちゃ野村周平嫌いやんか。なんでやねんの、めっちゃええやつやぞ。ママだけじゃないぞ、甘やかしてんのは。なになに、もう世の中が野村周平を甘やかしてるぞ。あ、そうな。うん、じゃあまあこの後野村周平も出てきますが、はい、最強インテリ菅田将暉 VS 千葉雄大をお送りしていきたいと思います。ぜひ皆さん、これからね2時台参りますからね、よろしくお願いします。感想もあのお待ちしております。東京千代田区有楽町の日本放送キーステーションに全国36局ネットで放送中、菅田将暉のオールナイトニッポン。菅田将暉です。では引き続きこちらのスペシャル企画、超スーパーインテリ若手イケメン俳優ナンバーワンチャンピオン決定戦。イエーイ。
若手俳優の中で一番のインテリを決める企画でございます。ゲストの野村周平、竹内涼真、間宮祥太朗、志尊淳、千葉雄大、そして僕菅田将暉で争っています。二人ずつで対決して勝った三人で決勝戦を行います。第一試合は野村周平、間宮祥太朗が戦い、勝ったのは野村周平。第二試合は竹内涼真、志尊淳が戦って、勝ったのは志尊淳。ってことで第三試合はこの二人、千葉雄大です、そして僕菅田将暉です。ということで第3試合、千葉雄大と僕、菅田将暉。どうですか、千葉くん。もう寝転がっちゃおうかな。ああ全、いやもう全然面白くない。さっきからね。もう全然笑えない。なんで何その可愛いって。深夜リスナー可愛いで、笑うわけないやん。髪切ったんどう？全然可愛くない。もうあの、初期初期時代から見てるから。その髪型は。まあですよね。もう全然、ここ俺のオールナイト日本やからね。ほんまに。メール来てます。ラジオネーム、ジャイアント厚彦。千葉雄大さん結婚してください。なんでやん。考えとくね。ふざけんなふざけんな、邪魔しちゃう、お前。これ俺のオールナイト日本やのに、俺にまだ一枚も来てないのに結婚してくださいとか。まあでもこの、その可愛い関係ないですから。はい。インテリですね。どっちがどんだけインテリかっていう対決ですからね。はい。ではそろそろ第3試合参りましょうか。はい。問題はリスナーが送ってくれています。正解数の多い方が決勝進出となりますが、今まで僕、菅田将暉が問題出していましたが、僕ももちろん答えるので、参加者なので、うん、僕が問題出して答えるなんてことはもちろん、インテリに反するということで。そうですよね。第3試合は、この方に問題を出してもらいたいと思います。竹内が問題を出します。うん。お願いします。いただきます。はい。変な言い方でした。お願いします。ございます。まあ、なんで竹内涼真かと言いますと、はい、映画定一の国で、竹内が演じている役が、はい、正義の男、はい、大高段だから。うん。正義の男だから。だから。これはもう信用できるでしょうという、はい、番組側の安易な考えでございます。はい。では、始めていきましょう。はい。では、問題です。東京都清瀬市、ラジオネームレゼスタさん、うん、問題、残業を頼まれた時にうまく断る言い訳は。シンキングタイムスタート。残業ですよ。もう一回言って、もう一回問題言って。残業を頼まれた時にうまく断る言い訳は、うん、まあありますよね。なんて全然入ってこんかった。もう一回言って。残業を頼まれた時にうまく断る言い訳。ああ、なるほどね。残業頼まれた時に。ああ、なるほど。はい。なるほど、なるほど。言い訳か。残業を頼まれた時の、ね。ラジオネーム、レゼスタさんです。まあこれインテリとして当然っちゃ当然やね。そうだね。残業、まあこう、角が立たない感じでって。なんで？角が立たないように。立たないようにね。まあなるほど。絶対遭遇しますからね、ここは。ああ、そっか、そっか。うん。社会人はね。うん、では、お答えいただきましょう。千葉くん。明日絶対に頑張ります。おー。須田くん。アイス食べないか。あれ須田くん。いや、あれ須田くん、ちょっともう一回言ってもらってもいいですか。いや、アイス食べたいから。これあ、ちょっと理由聞かせてもらってもいいですか。それどういうことですか。いや、やっぱね、インテリはあの、血糖値、糖分が足りないと。あ、常に考えてるから。そう、常に考えることいっぱいあるから。あ、インテリっぽい。そう。やっぱアイス食べんと。だから、アイス食べて家で残業しますということですよ。はい。これ今までで一番やばいぞ。ちょっと須田くん意外な、あ、もしかして、大丈夫かな。やばいっすね。じゃ、とりあえず答え聞いてみますか。はい、答えです。すいません。飼ってるワニが脱走したので、探さなきゃいけないんですよ。お疲れ様でした。いや、わかるか。レジスター。レジスターわかるか。いや、レジスターだな、考え方が。なんてワニが、脱走したので、うん、探さなきゃいけないんですよ。なんてワニ。脱走したから探さなきゃいけないから、残業できないって。はい、お疲れ様でした。何や、この問題。卑怯や。嘘やん。ワニ飼ってるわけないし。まあ、そうです。あれ、ワニって飼えるのかな。今そこどうでもやる。ちょっと。真面目か。まあでもこれ俺のが近かったんちゃう？アイス？千葉くん何でしょう？明日頑張ります。明日頑張りますっていうのは？根性論やん、だって。まあこ、俺はやっぱ血糖値をっていう。今アイスないから。会社に。会社やから。うん、まあまあでも、千葉くん、まあ、
顔見えてないですけど、すごく可愛いかな。お見せできない。お見せできないのが残念。やめろ。さっきいろいろ。可愛いオールナイトニッポンにすんな。須田君みんなのこといじってたけど、一番ひどかった。ちょっとびっくりしたよね。もう、さすがトンチ効いてるわ、みたいな帰ってくると思ったら、アイス。あとなんかちょっと焦ってる須田君が嬉しい。やめろ。ちょっとね、ちょっと。あんまりないっすからね。ないよね。うん。やめろ。ないっすか。第2問行こう。第2問行きましょう。すぐ行こう。はい。続いて第2問。うん。はい。インテリさん。うん。これどういうこと？うん。インテリさん。イオリフリーダムセロニアス。うん。トッキコなんて思うんですか？おい。サダコ？インテリ、インテリ、あ、トッキ、司会者。トッキさん。インテリ、おい。だから、インテリじゃないよ。おい。なんで僕に任せたんだ？正義の男やろ、おい。問題です。食レポをすることになったラッパーが、うん、エビを食べた時に言った一言とは、うん、では、シンキングタイム。エビ？なんでもう一回ちょっといきますよ問題、うん、食レポをすることになったラッパーがエビを食べた時に言った一言、うんうん、一言は、はい、はぁ、あ、はぁですよラッパーがエビを食べた時の一言ラッパーが言いそうなってことそうですね竹内くんラップなんか聞いてなかったっけ俺ラップはできないあそっか一番エビを食べた時の一言まあだから、なんか、わかりやすく考えてもらった方がいいですかね。うん、ラッパー、なんて言うだろう。なんか、一番大まかにこう。あ、なるほど。うん、あれか。あれ須田くんわかったの あれやな。あれじゃあ、では聞いていきましょうか。まずは、千葉くん、お答えください。シュリンプ、胃に入る。はい、うまい。おー。陰を踏みに行ったってことですかうん、でも最後陰踏めなかった。須田くん、どうぞ。Hey, A, B, A, B, 甘くて、ぶっとい A, B, my, ぜ、yeah, huh. 須田くん本当に須田くんここ正解でしょ。まあまあまあ。これはもう絶対正解です。いいですか、答え。インテリアシー。いきますよ。いきまーす。答え。このエビ、チェケチェケして美味しいですね。は？はーい。いや、絶対俺のがインテリやし。俺のがプロやし。で、まあ、でもどっちが。なんでチェケ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 してて美味しいですね。エビはプリプリやからね。プリプリ。チェケ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 です。マジ、うん、いや、これはちょっと出題者がおかしいな。うん、これやっぱおかしいわ。出題者と可愛い千葉くんがおかしい。うん、そう。でも俺は、イオリフリーダムセロニアス、好きだよ。うん、はやめろや、そういうの。なんで向こうに寄ってくんの仲間を作ろうとすなよ。すいませんでした。今日の目標何でしたっけ嫌われないこと。やめろやめろ嫌われないこと。大丈夫ですよ。可愛いけど。お、やめろ。ねえ、ちょっと。千葉くん何歳何歳だって千葉くん。28歳です。もうほら、じじいやんか。ちょっと。俺でもこれちゃんと髭剃ってきたんだからね。え、もう生えてる、めっちゃ生えてるわ。マジで嘘じゃん。めっちゃ生えてる。てるはぁ、誰かオレンジのコンシーラー持ってきて。これはね、撮影あるあるなんです。これ撮影あるある。うん、千葉くんのヒゲをいじれるのはここだけでしょ。ありがたい。でも、少ない方ですよね、ヒゲ。やめろ、そんな真面目なこと。よし、最終問題行こう。まだ2人とも不正解でしょそうです。まだ。まだ誰もポイントは稼いでないので。50-50 でしょ。はい。で、今回も最後の問題2択です。はい。はい。はい。2択なので、うん、同じ答えは選ばないでください。うん、はい。いや、これは勝ったわ。はい。これ勝った方が、勝ちということで。うん、はい。はい。いきますよ。さあ、来い。問題です。うん、映画、天空の城ラピュタで主人公の、パズーとヒロインのシータがクライマックスで叫ぶ、うん、滅びの呪文は何でしょう？え？映画、天空の城ラピュタで主人公、パズーとヒロインのシータがクライマックスで叫ぶ、滅びの呪文は何でしょう？2択教えて。1、バルス。2、ピクルス。いやもう。いやちょ、嘘でしょ。おいおい。シンキングタイム。いや、めっちゃむずいやん、この問題。もうわかんない。めっちゃむずいやん。いや、むず。一番難しいですか？今までで。え、これ、答える順番も一緒？え、どうします？僕からってことですか？そう、今までのセオリー的に。いいですか？千葉くんからだ。千葉くん。じゃあ、須田くんが、千葉くんから先に答えていいということなので、千葉くん答えをどうぞ。バルス。はい。須田くん、どうぞ。ピクルス答えは、
バルス。なあくそーちくしょうこのリアクション何なの何これなんでだよいやー、難しかったね、でも。難しかった。ずるいわ。いやー、迷ったんだけどな。絶対ピクルスだと思うやん。だってネット上でピクルスピクルスピクルピクルスってなるやん。そういうタイムあるもんね。あー、草田洋さんすごい問題出してきました、ね。そう、むずいなー。ということで、千葉雄大選手、1問正解、はい、須田将暉、0問正解、勝ったのは千葉雄大やったーなんで俺譲らなあかんの、マジで。大人が見えましたね。うん、これ誰のオールナイトニッポンでしたっけ須田だよ、須田。どうですか、勝って。いやー、楽しい、マジで。超楽しかった。いや、めっちゃキラキラしてますね。うん。いや、もう本当に大好き、オールナイトニッポン。おいいですね。まあよく聞くってね、言うてたし、うんうん、ただまあ僕のは聞いてくれてなかったということで。じゃあ、本当、ただ可愛いだけの男が来てくれた。はぁ、あ、ではここで、曲とお知らせを挟んで、決勝戦ですということで、一曲、ビーチボーイズでサーフィン USA。須田将暉のオールナイトニッポン。須田将暉です。この時間は須田将暉のオールナイトニッポンをお送りしています。では引き続きこちらのスペシャル企画。超スーパーインテリ若手イケメン俳優ナンバーワンチャンピオン決定戦イェーイ、ポポポ若手俳優の中で一番のインテリを決める企画でございます。ゲストの野村周平、竹内まま、宮翔太郎、志尊淳、千葉雄大、そして僕須田将暉で争っています。二人ずつで対決して勝った三人で決勝戦を行います。第一試合は野村、間宮が戦い、勝ったのは野村周平。はい。第二試合は竹内涼真、志尊淳が戦い、勝ったのは志尊淳。はい。第三試合は須田将暉、千葉雄大が戦い、勝ったのは千葉雄大。はい。ということで、決勝戦です。はい。決勝戦に進んだのは、この方、野村周平。どうも、ライアンゴズリムです。孫淳。どうも、ジュンズです。悩むな、悩むな。そして、どうも、ロバート・ダウニー・ジュニアです。さあ、この3人で決勝戦やっていきましょう。今のは負けたな。よろしくお願いします。あ、負けた負けた。ちょっと今、超嬉しかったんだけど。ね。負けた周平。あ、千葉将暉です。おい、千葉将暉誰やねん、もう。もうぐちゃぐちゃやんか。二人反応するからやめて。ラジオって一人ずつのがいいから。すいませんでした。千葉です。優しい優しい。さあ、ここでいろんなメールがね、来てます。ラジオネーム、ピンクジャンバー。千葉くんの声が僕の声を揺らすたび、腹がちぎれそうなほど笑ってしまいます。千葉くんは可愛いかよの王でありながら、爆笑王でもあるのですね。すべてのワードセンスが最高です。千葉くん最高はぁ、千葉です。抱いてあげる。やめろ。ピンクジャンバー絶対。もれなく野村もついていきますよ。ラジオネーム、昨日の僕。いやー、野村さんさすがです、さすがです野村さん、面白い、爆笑おもろ俳優。もう十分わかりましたんで、お帰りください。お疲れ様でした。今からお前んち行くからな。聞いてるやろ、今からお前んち行くからな。バッチバチやで。バッチもめっちゃ嫌いやんか。ラジオネーム、ドスコイパンダ、兵庫県。志尊淳さん。はい。何を言ってるんですか。これは大喜利大会のようなふざけた大会じゃありませんよ。新鮮なクイズ大会です。もっと真剣にクイズに向き合ってください。ふざけんなよ。いや、これは本当によく言ってくれた。俺もほんまに思ってた。いや、もうね、ちょっとね、ラジオ怖いです。なんでなんで。しかもやっぱね、みんなね、こう喋りが上手いし、こうどうやっていったらいいか分かんないけど。いいじゃん、全然。俺なんか世の中が甘やかしたとかさ、ママが甘やかしたとかさ。あ、そうですよ。甘やかした結果こうなってるんですよ。あなた方のせいです。めっちゃ根に持ってるやんか。ちょっとこの因縁は深そうですね。深いですね。ぜひまた来てね、いただいて。そうですね。じゃあそろそろ、うん、決勝戦参りますか。はい。行きましょうか。なんと決勝戦は早押しクイズです。ピンポン。ただまあそう、ピンポンってね、早押しボタンがないので、はい、分かったら名乗ってください。野村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 
エマワトソン、エマワトソン、エマワトソン。よし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 。わかった、千葉君。わかりました。ダニエル・ラドクリフ。ちょ、待って、外人、それ負ける。え？俳優名負ける。そう。初めて野村周平に勝った。ただ、ま、その、勝ち負けじゃないので。はい。インテリなんで、皆さん。そっか。インテリの自覚を持って。はい。では、始めていきましょう。はい。お手つきで、減点とか、そういうのないので。お、もう積極的に何回でもこれ答えていただいていいので。はい。いいですか？わかりました。さあ、行きましょう。問題！ラジオネーム、バンバラ。そこに行くには、9週間もかかってしまう場所があります。どこでしょう？シンキングタイムスタート！ 9 週間って何？九州ってこと？そこに行くのに、9週間もかかってしまいます。9週間。9ウィーク。9週間もかかってしまいます。はい。その場所は、どこでしょう？早押しでお答えください。どうぞ、早押し、早押し。九州がかかる。千葉、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 はい、千葉。九州。ブブー。え？シソン、シソン、はい、シソン、シソン。トリニダード・トバゴ。あー、ブブブー。じゃあ、次、次。はい、はい、はい、はい。野村！野村、野村、野村。野村！野村、野村、さあ、どこ？どこ、どこ？君との距離。さあさあ、どう？はい、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 九州。どんどん、どんどん行こう。千葉、千葉、千葉。千葉、千葉、はい。なんか、ナイン、ナインなんとかビーチみたいなとこ。あ、違う、次。はい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 、野村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 、はい、違う、シソン、シソン、シソン、うーん、すっごい銀河。あー、惜しい、惜しい、惜しい、ちば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 、宇宙。違う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 、野村、野村、野村、銀河鉄道39。あー、違う違う違う、はいはい、シソン、シソン、シソン、めっちゃ遠い、星。はい、正解。どういうこと？正解！今めっちゃ遠い国、めっちゃこう遠い星。正解、これいいでしょう。やったー！シソン潤さん大正解。これは奇跡。やばい。これだって。待って。マジで。誰も正解出ると思ってないから。うん、今日これ3択で同点になっちゃうパターンじゃないですか。奇跡出たやん。何正解出してんの？すいません。ちょっとそこはさ、お前。大喜利でいけよ。何してんの？おい！さっき大喜利じゃないって言われたんで、やっぱ真面目に行くとこかなと思って。あ、まあでも、なんて答えました？めっちゃ遠い星。ですよね。答えめっちゃ遠い国なんですよ。これ皆さんどう思います？オレンジの2人。まあまあ、これちょっと年功序列で、ちょっと千葉くんどう思う？千葉くんどう思います？僕はやっぱり、ダメだと思います。やっぱ、クリフダメ。クリフダメ。ダメだよね。これはじゃあ、なしということで。はい。マジっすか？はい。まあ、もっとし、惜しかったんですけどね。まあ、もっとやっぱ真剣に。そうですね。はい、でも、ラジオ的に面白いのは多分そっちだと思うんで。やめろ、そんなマジで。大人。まあ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 。しょうがない。やっぱ ね、一言一句間違っ、ね、正解やんないと。インテリっていうのは、漢字の書き方、画数、書き順から、全部やっぱ正解じゃないですか。そうですよ。ね。はいはい。じゃあ、第2問いきますか。はい。はい、おいで。ラジオネーム。僕のアンパン勝手に食べたの誰ですか？俺。山形君。女の子からの告白を断るときに、どうすれば相手を一番傷つけずに断ることができるでしょうか？シンキングタイムスタート。これは、早押しですよ皆さん。野村野村野村、はい、野村野村、はい、君ブラつけてんじゃん。ブブー、惜しい。傷つけ、惜しい？うん、ごめん、惜しくない。はい、さあ、早押し早押し早押し。もう全然順番とかないからね。千葉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 。昨日会えたらよかったのに、みたいな。あ、不正解！惜しいの惜しいの、女の子からの告白を断るときに、どうすれば相手一番傷つけずに断ることができるでしょう。はい、どうぞ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 、これ野村さんいけるよ、野村さんいける。いける？野村、結構野村さんっぽい。いける。あ、オッケー、野村、はい、どうぞ。いや、今日パンツ履いてるやん。なんでやねん、履けよ。野村さんっぽい、野村さんっぽい。そこは履けよ。子孫、子孫。あ、子孫、子孫、子孫。No thank you, check it out。はい、野村さんっぽいよ。お前周平のことラッパーやと思ってる。あ、だから野村、野村。おい、ティーバッグじゃないんかい。あー、正解！よし。正解。ただもっとこの硬派な感じ、硬派な感じ。硬派な感じ。いけるよ、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 いけるよ。千葉、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 千葉。結婚、結、あの、おうおう、おし、ちく、あの、なんじゃじゃ、僕にはあの、心に誓った相手がいて、ああみたいな。お、待って、めっちゃ惜しい、惜しい、惜しい、惜しい。わかった、わかった。わかった、わかった。はい。君のお母さんの方が好き。ああこれはもう、これは、正解！よーい！嘘。
か。待って、野村さん、何と言いました？君のお母さんの方が好き。君のお母さんの方が好き。うん。あれ？僕には、ママより好きな人は一生現れないから誰とも付き合えないんだ。あー、これよう考えたら。いや、ちょっとこれきついっすね。いや、でもこれね、子孫的にこれ全然きついっす、ね。文脈の解釈としては正解なんですよ。黙れ。え？黙れ。正解だ。正解？あ、正解。いや、ほどうもいます、子孫さん。あ、子孫、あ、これきついっす。千葉さん、ちなみに。ちょっとねー。千葉くんが言うから。残念。いや、非常に惜しかった。ただ、お前らすごいな。2問連続。趣旨をね、理解してきた。尻尾掴んでるからな。いや、ニアミスや。そっか。すごいすごい、うん。たまには面白いリスナーさんもいるもんやね。あ、ね、やっと認めてくださいましたか、野村さん。いや、ありがとうございます。さあ、じゃあ、まだ、0問ということで。そうですね。ね。じゃあ、これ最終問題。はい。いきますよ。これはもう決めていただきたい。はい。はい。あの、早押しクイズなんで、皆さん。はい。もう、いくらでも間違ってもいいから、もうバンバン答えていこう。はいはいはい。はい。はい。さあ、行きましょう。問題！最終問題！ラジオネーム、ジン。日本で一番高い山は、富士山。シンキングタイム。千葉富士山。答えは？富士山。ブブー！日本で一番、ちゃんと問題をお聞きください。日本で一番高い山は、富士山？はい、シソン！はい、シソン！正解！シソンさん大正解！ということで、第1回超スーパーインテル若手イケメン俳優ナンバーワンチャンピオンは、シソンジュンさん！やったー！ありがとうございまーす！全然おもんない。全然おもんない。何ですか？全然おもんない、今の。何ですか？うんって。うんって。いや、問題をちゃんとね、聞かない千葉さんが悪い。あ、そうね、千葉が悪い。そう、可愛い千葉さんが悪いわけです。千葉ですけど、はい。もう激おこ。黙れ。ほんま黙れ。チャンピオン！チャンピオン！ご感想。やっぱ、これからちょっと敬語使ってください、僕には。あ、そうですね。インテリなんで。すいませんでした、なんか。敬語使わせて。すいませんでした。ね。やっぱこのメンツで、1位ということは、もう、すべての若手。誇り高い。イケメン、インテリ俳優の中で1位と言っても。ダザイ王様のラショーモンが一番ダサいと思う。やめろ。やめろ。ダザイおしゃ、おしゃじゃない。おしゃってないの。お前も変わらんからな。お前は全然変わらんからな。まあ、ということで、以上超スーパーインテリ若手イケメン俳優ナンバーワンチャンピオン決定戦でした。優勝は、志尊淳くんでーす。ありがとうございました。素晴らしい。さあ、僕が来週も出ます。やめろ、出てへんから。ああ、優勝しました。ありがとうございます、本当。ありがとうございます、本当にありがとうございます。全ての人に感謝してます。はい、やっと優勝できました。菅田将暉のオールナイトニッポン、優勝できました。菅田将暉です。この時間は、今日のこの時間は FM93AM1242 日本放送キーステーションに全国ネット、菅田将暉のオールナイトニッポンをお送りしています。今日のゲストはこの5人、どうぞ。野村修也です。どうぞ。あ、どうぞ。竹内涼真です。どうぞ。間宮祥太朗です。どうぞ。インテリ若手俳優、志尊淳です。イエーイ、優勝イエーイ。はい、どうぞ。千葉雄大です。ということで、映画定時の国のメンバーが来てくれています。いや、ほんとありがとうございます。ありがとうございます。まあ、そんな今日は超スーパーインテリ若手イケメン俳優ナンバーワンチャンピオン決定戦をお送りしました。はいはい、うん、どうですか皆さん。まあ、なんだろうね。はい、野村さん。大会名はさておき大喜利大会だったね。うん、いやいや、非常に高位な、うん、はい、うん、優勝正しき、まあ、インテリ俳優。インテリ、はい。インテリとインテリのぶつかり合いがもう。そうね、バチバチだったね。バチバチでしたよ。バチバチ。どうですか、最初の方に負けたお二人とかは。出てこんかったね。悔しかったんちゃいます？いや、悔しかった。はい。悔しかったし、なんで俺が不動産王になるんだろう。いや、あれ、面白かった。間宮さん。はい。あ、ラジオネーム、ファンタスティック。ファンタスティック。間宮くん。はい。8月頃から一人暮らし考えてます。お！初めての一人暮らし、だいたいどの辺の地域がおすすめですか？
そうですね。まあ、でも東京で言うとね。うん、東京で言うと、はい、どうですか。でも、例えば、埼玉の方だった。赤羽とかね。あの、ね、ちょっとずつ都内の中心部に寄っていくのがいいと思います。あ、でも東京済みなんですよね。あら、ファンタスティックさん。そしたらどうですかね。はい、もう思い切って渋谷に住んじゃった。なるほどね。ラジオネームピルロ。マミヤさん。はい。池袋から徒歩5分。不動産やめえ今え不動産の質問しか来ない。聞いてくれないんですか。いや、聞きます、聞きます。じゃあ、池袋から徒歩5分、はい、築10年以内の、1K で8万5千円、ユニットバスなんですけど、はい、ここどうですかね。いや、いいと思いますよ。あ、いいですか。はい。やっぱりね。ユニットバス無理です。いや、野村さんには聞いてないんですよね。そうね、野村さん。甘やかされた野村さんには聞いてないですよね。甘々ですわ。甘々ですわ。不動産王ですから。はい。やっぱりね、10万以下っていうのがいいと思いますよ。あ、なるほどね。ね、はい、8万5千円で。8万5千円でいいと思います。ね、はい。築10年が結構新しい。なのに、ユニットバス。でもユニットバスもね、慣れれば、うん、すごい快適ですよ。さすが不動産王、説得力がなんか。あとね、やっぱね、掃除が楽よ。ああ、そうね。ユニットバスは、ね、一気に水でバーいける感じがね、うん、あそこはね、もう本当に。え、マミヤさんの家もユニットバス？今は違う。あ、今は違う。今は違う。あ、今は違う。今は違う。もともとは？もともとはユニットバスだったし、僕が最初に住んだ家は、カチカチカチボーっていう風呂。なるほどね。うん、俺さ、服タイプの風呂だったらいい気がする。そう。って。おって。原始の人か？ラジオネーム、パロンドール。大喜利王野村さん。たくさんの爆笑ありがとうございます。もう十分、もう十分です。もうほんと十分です。これ以上の面白センスは身に余る光栄であります。どうか一刻も早くお帰りください。ほんとお疲れ様でした。お前には触れてもやらねえ。次のリスナーさん触れたい。ラジオネームうずら、野村さん。最後に、僕たちのお笑いを認めてくれてほんとありがとうございます。感謝しています。僕たちの方はほんと1ミリも認める気はありませんが、ほんと嬉しいです。なんか、お前どうすんのこれ。俺、ショックでどうにかなるぞ。まあ、いいのか。まあいいよ。もうお前、あれ、明日、家の前に立っといてやるから。いや、みんな大好きやんか。こんなにやっぱみんな好かれるってすごいと思うで。疲れてないで。いや、疲れてるよ。疲れてるよ。こんなバチバチなバトルをみんなしたいんやから。東京都ラジオネーム、ジャイアント厚彦。もうなんかありがとうございます。来週から千葉雄大のオールナイトニッポンですね。来週ラジオペロペロしながら来ます。おい舐めすぎ注意だよ。うるさいわ。腹立つ。うるさいわ。腹立つ。今めっちゃ腹立つ。菅田将暉やから。菅田将暉のオールナイトニッポンやから。本当に。一生ペロペロなんて言わないでくれ。いやもう虎視眈々と。もういつもガラスにへばりついて見てるからもう。いやもう本当今日中にでも舌抜くんで。やめてください。ではチャンピオン。はい。メール来ていません。なんで？チャンピオン。あのね、俺もうね、今日ね、ラジオやって思った。何何？あの、すごい自分の人間性が本当に最低なものなんだなって。は？どうした？ちょっと人間って、人間性を否定しちゃうぐらい、ちょっとね、今ショックなんです。そんなことないよ。そんなことない。全然、ええやん、メール。来てへんけどさ、うん、こんなメール来られても困るぞ。帰ってくださいってずっと言われてんだよ。いやもう本当にね、誹謗中傷、もうウェルカムです。職業何？俳優です。でしょ？はい、うん。それでいいね。そっか。うん。これでいいんです。うん、それでいいね。そうそう。基本的に誹謗中傷大好きだから。そうそうそう。炎上大好き。それようテレビで言うってたな。燃え上がれ、燃え上がれ。さあ、大きな火になれ。それはまあ野村だけやけどね。そうね。それがすごいよ。まあ楽しいね。楽しい。この6人でこうやって喋れて。まあ、ちゃんとね、映画の話もせんと。あ、そうね。目を光らしてる P がいるからね。そうですね。どうですか映画。手を振るな。わからへんから、ラジオ。どうですか映画。撮影。スピンオフ。どうでした？なんでだろう。おい、本題やぞ。今日何のために来てんの？映画の宣伝です。あ、そうですよ、シソン君。どうですか、映画。いや、もうすごい面白いです。はい、いや、もうね、とにかくこうやって6人で共有してる時間がやっぱね、うん、すごい楽しいってことは、うん、映画もそれが伝わってるはずだと思うんです。何の映画の話すんの？定位置の国や。あ、分かる。お前、まあ、いっぱい出てるやろうけど、今日は定位置の国や。どうですか、野村さん。どうだろうね。うん、まあこの菊間っていう役は、うんうん、多分誰が見ても野村周平しかできへんなって思うと思うで。うんうん。ヘムヘム。ヘムヘム。でも、照れてんのかいな。あのね、こういう今、なんか結構悪い
ていうか、まあ、ひねくれてたりするじゃないですか、ラジオ上でね。はいはい、そうね。ちゃんと、まあ、このまんま、このまんまですよ。うん。菊間ってこのまんまなんです。あ、そう、ちょっと正直、素直じゃないというかね。そうそうそう。うん、今は野村衆じゃないんですよ。菊間なんです。あ、今日は菊間やと。そうそう、だから許してほしいにゃん。それ俺の。孔明。それ孔明の。原作ファンしかわからん、孔明。どうですか竹内くん。いやー、まあ、そうですね。うん、まあ、久しぶりに見て、うんうん、なんか、何も気にせず笑ったなっていう感じしますね。あ、確かにね。ジュンジュンと一緒に見たんだよね。そうです。二人一緒に見たんや。はい。映画。爆笑してましたよね。爆笑。二人でね。え、ほんま。はい。なかなかさ、試写室で笑いって起こりにくいやんか。悲しいですね。でもなんかちゃんとみんな笑ってくれてて。みんな笑ってたよね。はい。ね、よかったよね。よかったよかった。本当に。マミヤさんどうですか？いや、本当にね、今日ね、はい、こんなに楽しくやってるけど、やっぱり、リスナーの方々は、こいつらつまんねえなとか、こいつら若手でな。わちゃわちゃやりやがってって思ってるかもしれないですけど、そんなことないですよ。平地の国見に行ったら僕たちちゃんと仕事してるんで。そうね。そうですね。不動産以外の、まあ、副業の方をね。副業の方で。頑張ってるんでね。アルバイトとして俳優やってるやめろ。本業やろ。俺も。やめろやめろ。マネージャーさんが見てんねん、ちゃんと。千葉くんどうですか？やっぱりこう同世代のみんなと一緒にこの映画の現場できて本当に楽しかったし、あと僕みんなと一緒に見れないで結構大人の人と一緒に見たんだけど、大人もドッカンドッカン笑ってたから、なんかそのそれぞれのツボがあって幅広い世代に楽しんでもらえるんじゃないかなと。なるほどね。ライバルはやっぱこの映画のライバル、この映画のお前結構怖い話すんな。みんな頭に浮かんでる一つやろ。え、嘘、一つやろ。そうだな。うん、そうだね。まあそこはね、言わずに言わずにね、もう誰が相手じゃないから、うん、定一の国が面白かったらそれでいいと思う。そうそう、うん、でも面白いと思うよ。いや、そうやと思うよね。うん、いや、てかめっちゃ面白いよ、うん、こんなに面白い映画はあと30年は出てこへんと思う。おーおー、若手俳優だけで、しかも30年後また俺らやからね。おー、だからそんな、そんな面白い映画が来週の土曜日、うん、4月29日公開ですよ。ええ、うん、いや、非常に楽しみですが、うん、まあ、そんなゲストの皆さんともそろそろお別れということで、あれは、まあ、帰りますよ。はい、ラストに感想が来てますね。あ、ラジオネーム真剣。優勝者、シソンさん。お来た。急いで作ったメールです。お、ありがとうございます。おめでとう。ありがとうございます。あんまよくわからんから、ひどいことも褒めることもできへんけど、はい、唯一名乗って喋ってくれたから、はい、ルール上乗っ取ってね、はいはい、マジで聞き分けたはできた。聞き分けはできた。はい、その点は本当優勝、おめでとう。はい。終わり。子孫です。ありがとうございます。はい。ということで、まあ、ぜひ、第2回があれば、来てください。はい、まあ、映画が大ヒットしたらまた集合みたいなこともね、はいはい、ね、あるかもしれませんから、はい。よかったね、もう帰るよ。はい。では、お別れ、お別れの一曲に、フラットバッカーでハードブルー。インテリ、ね、はい。インテリとインテリのぶつかり合いがもう。そうね、バチバチだったね。バチバチでしたよ。どうですか、最初の方に負けたお二人とかは。出てこんかったね。悔しかったんちゃいます？いや、悔しかった。はい。悔しかったし、なんで俺が不動産音になんだろう。いや、あれ、面白かった。マミヤさん。はい。あ、ラジオネーム、ファンタスティック。ファンタスティック。マミヤくん。はい。8月頃から一人暮らし考えてます。お、初めての一人暮らし、だいたいどの辺の地域がおすすめですか？そうですね。まあ、でも東京で言うとね。うん、東京で言うと、はい、どうですか？でも、例えば、埼玉の方だった。赤羽とかね。あの、ちょっとずつ都内の中心部に寄っていくのがいいと思います。あ、でも東京済みなんですよね。あら、ファンタスティックさん。そしたらどうですかね。はい、もう思い切って渋谷に住んじゃう。なるほどね。ラジオネームピルロ。マミヤさん。はい。池袋から徒歩5分近く。不動産やめえ。え、不動産の質問しか来ない。聞いてくれないんですか？いや、聞きます、聞きます。じゃあ、池袋から徒歩5分、はい、築10年以内の、1K で8万5000円、ユニットバスなんですけど、はい、ここどうですかね？いや、いいと思いますよ。あ、いいですか？はい。やっぱりね。ユニットバス無理です。いや、野村さんには聞いてないんですよね。そうね、甘やかされた野村さんには聞いてないですよね。甘々ですわ。不動産王ですから。はい。はい、やっぱりね、はい、10万以下っていうのがいいと思いますよ。あ、なるほどね。ね、はい、8万5千円で。8万5千円でいいと思います。ね、はい、築10年が結構新しい。うん、なのに、ユニットバス。でもユニットバスもね、慣れれば、うん、すごい快適ですよ。さすが不動産王。説得力がなんか。あとね、やっぱね、掃除が楽よ。ああ、そうね。ユニットバスは。ね、一気に水でバーいける感じがね。うん、あそこはね、もう本当に。え、マミヤさんの家もユニットバス？今は違う。あ、今は違う。今は違う。あ、
今じゃ、今は違う、もともとはもともとはユニットバスだったし、僕が最初に住んだ家は、あの、カチカチカチボーっていう風呂。なるほどね。俺それ、あの、吹くタイプの風呂だったらいいけど。そう。ふーって。原始の人か？ラジオネーム、パロンドール。大喜利王野村さん。たくさんの爆笑ありがとうございます。もう十分、もう十分です。もうほんと十分です。これ以上の面白センスは身に余る光栄であります。どうか、どうか一刻も早くお帰りください。ほんとお疲れ様でした。お前には触れてもやらねえ。次のリスナーさん触れたい。ラジオネームうずら、野村さん。最後の最後に僕たちのお笑いを認めてくれてほんとありがとうございます。感謝しています。僕たちの方はほんと1ミリも認める気はありませんが、ほんと嬉しいです。なんか、俺、お前どうすんのこれ、俺。ショックでどうにかなるぞ。まあ、いいのか。まあいいよ。もうお前、あれ、明日、家の前に立っといてやるから。いや、みんな大好きやんか。こんなにやっぱみんな好かれるってすごいと思うで。好かれてないで。いや、好かれてるよ。好かれてるよ。こんなバチバチなバトルをみんなしたいんやから。東京都ラジオネーム、ジャイアント厚彦。もうなんかありがとうございます。今日で言ったのが恥ずかしいっす。いや、ママ最強でしょ。よく考えてみ。何でもしてくれるで。何でもしてくれるで。ありなんすか。そう考えると。お前ら今までママに何してもらった？いっぱいしてもらった。めっちゃいろいろしてもらいました。洗濯、掃除、ご飯作ってもらったね。おむつも変えてもらった。おむつ変えてもらったね。今生きてるのは誰のおかげ？はい。せーの。ママ。でしょ？ママのおかげなんですよ。ママのおかげ。そうだ、ママか。サバイバルにママがいたら、これはもう完璧ですから。ママサバイバルもしてくれるの？ママサバイバルもできますよ。エプロンつけて。残念、二人とも不正解ということで。そっか、でもちょっと納得させられちゃった、ね。そうだね。いや、でもちょっとこれぐらいの問題は簡単に言ってほしいな。そうですね。パパッと、もう目つぶってでもなんか余裕で答えてほしかったです。そうですね。ちょっとシンキングタイム、外で見てるより明らかになんか短く感じるね。短く感じるね。行、うん、きましょう。はい、第2問。はい。ラジオネームジェット。僕の初恋の相手といえば、ゆうこちゃんですが、ゆうこちゃんが、ですが、ゆうこちゃんがバイトしていた喫茶店のおすすめメニューは、店長特製何シチューだったでしょう？シンキングタイムスタート！なんだよそれ！シンキングタイムスタート！店長？僕の初恋の相手といえば、ゆうこちゃんですが、ゆうこちゃんがバイトしていた、喫茶店のおすすめメニューは、店長特製何シチューだったでしょう？シンキングタイムスタート。ちょっと待って、ジェット。まあこれはね、ジェットの初恋といえば、ゆうこちゃんですから。ゆうこちゃんが、バイトしてた喫茶店のおすすめメニュー。店長特製何々シチュー。まあこれみんな一回は聞いたことある。おやつですかね、やっぱり。何シチュー？はい。まあ、結構ありふれた答えですよ。さあ、答えていただきましょう。竹内涼真。店長特製、あまりにも、うますぎて、結構結構、激しい、シェチューです。もう待って、無理。最悪、もう。志尊淳、どうぞ。喫茶店ということで。はいはい。コーヒーシチュー。店長特製、コーヒーシチュー。はい。正解は、店長特製、メガウマ、ファンタスティックシチュー、柚子胡椒を添えてでした。もういい加減にしてくださいって思ってる。二人とも正解残念。最悪だよもう。もう今竹内さん、はいはい、あのコーヒーシチューって言った時に、はいはい、あのディレクターさんが、はい、おすげえとこ来たなみたいな顔したんですよ。でしょ、騙されたんですよ。なんすかこれ。完璧にバカにされたんですよ今。竹内さん何て言いました。ちょっと覚えてないです。あまりにもうますぎてなんか激しく、まあ、激しくシチューです。ちょっと。いや、ちょっとこれは残念やな。ちょっと。いや、もう、僕たちも残念です、なんか。二人ともなんか。残念ですよ。全然インテリじゃない。うん。全然インテリじゃない。今、ただのイケメン俳優ですよ。いいんですか？これ最、まあ、ちゃんとね、実績を残したからね。いや、素晴らしい。どうですか、マミヤさん。もうこれで。はい。負けましたよ。いや、でも、僕、島原天草のランはなかなか、いいとこ出してきたなと思ってるんだよな。悔いはないですね。勝ったみたいなね。うん、でも俺も基本の。では、お知らせを挟んで第2弾。おい。菅田将暉のオールナイトニッポン。菅田将暉です。では、引き続きこちらの企画。超スーパーインテリ若手イケメン俳優ナンバーワンチャンピオン決定戦。若手俳優の中で一番のインテリを決める企画でございます。ゲストの野村周平、竹内涼真、間宮祥太朗、志尊淳、千葉雄大、そして僕菅田将暉で争っています。2
二人ずつで対決して勝った三人で決勝戦を行います。第一試合は、野村周平、間宮祥太朗が戦い、勝ったのは野村周平ということで。はい。で、第二試合のお二人はこちら。竹内涼真、志尊淳。竹内君、ちょっとマイク近かったそうなんです。はい、あ、ごめんなさい。気合が前に出すぎです。ただいいことですよ。はい。竹内君いいですよ。さあ、第二試合はこの竹内涼真、志尊淳でお送りしていきますが、はい、まあ、試合の前に、第一試合のお二人がね、非常に真面目なお二人で、はい、本当はもっと盛り上がると思ってそうなんですよね。あ、そうなの。もっと盛り上がると思ってたら、みんな真面目に、天草大王、島原の乱とかいうやつやってたから。マミヤ、マミヤ。そう。一番恥ずかしいっていう。そう。まあ、インテリとしては合ってるんやけれども、ちょっとね、お二人はその二人を見てるから、はい、傾向が分かってると思うから。そうですね。それを踏まえて、どうですか？いや、でもね、向こうは、子孫どうですか？子孫は、聞いてる側は、すっごい真面目に答えちゃってたんですよ。マジか。はい。なるほどね。東京駅、新宿駅、どっちだろう？いやいや、わかるわけないね。でも実際、東京駅は京王線がめんどくさいし、みたいな、そういう話を。最近、新南とかね。ね、出たしね、っていう話をしてたんですよ。いや、わかるわけないね。わかんないけど。あ、お米？お米？お米ね。お米ね。わかんないよ。レゼスタ、会ったことないやろ？会ったことない。ああ、レジスタやったらこう思うわってならんやん。ならない、ならない。いやー、なんで、これはね、お二人とも。ただまあ、ここ、インテリ俳優として。そうですね。譲れないポジションですから。譲れん。え？譲れん。どうですか？竹内さん。譲れん。インテリ俳優譲れんとか言う？まあ、インテリ俳優譲れん。全然関西弁できない。そんな中メールが来ています。ラジオネーム、そしてこれからも。竹内先輩！はい！自分は、竹内さんが定位置の国の役割で挙げられている、俺は正しい道で勝つという正義感あふれる言葉に感銘を受け、はい、竹内先輩に一生ついていくと決めやした次第であります。今は竹内さんが毎朝やられているという、コンクリートを置かずに、丼飯15杯を3秒で食うというルーティンを必死で行っているところであります。なんでしてんだお前！しまったっていう、これはね、がっかりですよ。本当に。お二人とも真面目に答えていただいて。はい。まみやさん何て言いましたっけ？掘り返さなくていいですよ。いやいや、島原、天草の乱。天草の乱。でも俺の方がそれやったら勝ちじゃない？勝ちって、そうか。まあね、でもこれはお二人とも、残念ながら不正解です。はい。あと2問あるんでね。はい。ちゃんと気合入れてくださいよ。はい。はい。ふんどしを締めてる気持ちで。はいはい。ちゃんと気合入れて頑張ってくださいね。はいはい。それでは、第2問。はい。ラジオネーム、何ぬねノーブラ。うわ、おい？本当に？好きな女の子の、好きな女の子のタイプを聞かれた時の一番いい答えは何？シンキングタイム！好きな女の子のタイプを聞かれた時の一番いい答えは何？どうぞお考えください。まあこれはね、インテリ俳優、そしてイケメン俳優のお二人は、これはね、ぜひ、もう、まあ簡単でしょ。もう、二三個ババッと答えが出てきてると思います。何ぬねノーブラさん。何ぬねもうこんなんも簡単すぎて逆にはずいみたいな。好きな女の子のタイプはって聞かれて、まあまあこう答えると一番いいでしょう。では、ついもわからへんよ。お答えいただきましょう。まずは、マミヤさん。いっぱい食べる君が好き。これはいいんじゃないですか？いいですね。イケメン俳優ですね、ちゃんと。これ、一昨日ぐらい僕マネージャーに言いましたもん。マジで？マネージャーを口説いたってこと？違う。すごいね、食べるから。あ、なるほどね。いっぱい食べる君が好きって。食べることを褒めて、いいですね。じゃあ、野村さん行きましょう。どうぞ。ちょっと聞いて。野村さん、好きな女の子のタイプって何ですか？基本、ノーブラの子かな。では、正解は、では、正解は、素直にありがとうとごめんなさいが言える子かなです。かなも。このやっぱね、点々点からのかなっていうところまでの余白が大事ですね。いやー、残念。残念、これお二人の好感度が落ちるわ。残念。いや、これ、だから、ラジオネームとか関係ないの。やっぱね、ノーブラとか言ってやったら、ノーブラの子が好きじゃないの？いやいやいや、これはやっぱり、ラジオネームっていう、ラジオの中での名前やから。ああ、現実世界では違うと。これちょっとやっぱ、引っ張られすぎたな。ああ、そうね。
まあでもその真摯な向き合い方っていうのは非常に、インテリ俳優としていい傾向、いい傾向よ。いい傾向だって。残りがあと1問やから。正解する?それもう言っちゃおしまいだな。いやいや、それはもうやっぱりインテリ俳優真正面からぶつかっていただいて。うん、そしてですね、ラジオネームバンバラ。そこに行くには、9週間もかかってしまう場所があります。どこでしょう?新年タイムスタート !9 週間って何?九州ってこと?そこに行くのに、9週間もかかってしまいます。9週間。9ウィーク。9週間もかかってしまいます。はい。その場所は、どこでしょう?早押しでお答えください。どうぞ早押し早押し !9週間かかる千葉はい、千葉九州ブブーえシソンシソンはい、シソントリニダード・トバゴあー、ブブブーじゃあ、次、次はい、はい、はい、はい野村さあ、どこどこどこ君との距離さあさあ、はい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 、どんどん行こう千葉はい。なんか、ナインなんとかビーチみたいなとこ。あ、違う次はい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 野村はい、違うシソンすっごい銀河あー惜しい千葉千葉宇宙違う野村銀河鉄道39あー違うシソンめっちゃ遠い星はい、正解どういうこと?正解、まあ、めっちゃ遠い国、めっちゃこう遠い星。正解、これいいでしょう。やったー志尊淳さん、大正解。これは、奇跡。やばい。これだって。ちょっと待って。マジで誰も正解出ると思ってないから。うん、今日これ3択で同点になっちゃうパターンじゃないですか。奇跡出たやん。何正解出してんの、すいません。ちょっとそこはさ、お前、大喜利でいけよ。何してんの?おい!さっき大喜利じゃないって言われたんで、やっぱ真面目に行くとこかなと思って。ああ。まあ、でも、なんて答えました?めっちゃ遠い星。ですよね。答えめっちゃ遠い国なんですよ。これ皆さんどう思います?オレンジの星。まあまあ、これちょっと年功序列で、ちょっと千葉君どう思う?千葉君どう思います?僕はやっぱり、ダメだと思います。やっぱ、クリフダメ。クリフダメ。ダメだよね。これはじゃあ、なしということで。はい。マジっすか?はい。まあ、もっとし、惜しかったんですけどね。まあ、もっとやっぱ真剣に。そうですね。はい、でも、ラジオ的に面白いのは多分そっちだと思うんで。やめろ、そんなマジで。大人。まあ。しょうがない。やっぱ ね、一言一句間違っ、ね、正解やんないと。インテリっていうのは、漢字の書き方、画数、書き順から、全部やっぱ正解じゃないですか。そうですよ。ね。はいはい。じゃあ、第2問いきますか。はい。はい、おいで。ラジオネーム。僕のアンパン勝手に食べたの誰ですか?俺。山形君。女の子からの告白を断るときに、どうすれば相手を一番傷つけずに断ることができるでしょうか?シンキングタイムスタート。これは、早押しですよ、皆さん。決定戦をお送りしています。第1試合、野村 VS 間宮。第2試合、竹内 VS 志尊が終わりました。ということで、この時間は、負けて、もう出城のない、お二人に。何という言い方来てもらいました。間宮祥太郎、竹内涼真です。間宮です。竹内です。よろしくお願いします。どうですか?インテリじゃなかった、今のお気持ちは。インテリじゃなかったというか、島原天草を言ったのが一番恥ずかしい回答とか、なんとかいじられてたのが、ちょっと気に食わないですね。あんなちゃんと、一番インテリやったのに。思いついたぞって思ったから。そんな間宮さんに、はい、メール来てます。はい。ピッちゃん。ラジオネームピッちゃん。ピッちゃん。マミヤさんが負けてしまったことに涙が止まりません。本当に?俺の物件探しはもうどうしたらいいんですか?マミヤさん。はい。野村あいつ何なんすかっていう。いや、野村が何なんすか俺は毎日思ってる。本当に。ねえ。だからもう。物件探しを。俺の行く末は不動産王か何か。得意なの?でもやっぱ一番こう、真面目やと声色だけで思われたってことやからね。声色だけでって言うなよ。どうですか?竹内さん。負けてですか?はい。いや、まあ、悔しいですけど。ま、志尊淳に負けたということでね。やっぱ問題を出してきた人は、僕らが一生懸命こう、頑張って答えてるのをこう、あざ笑ってんすかね?声を聞いて。え?あざ笑ってんすか?よく聞こえなかったですけど。あの、シューンの名前ね。ダラダラしちゃうから。そう、ダラダ。ただ、めっちゃ評判いいと思うよ。え、ほんとっすか?そんな、あ!
竹内信者がすごいわ。さあ来た。ラジオネームガロウ。はい、おっす竹内先輩。はい。自分は竹内さんが負けたとしても、前のめりに負けていったと感じています。はい、うん、前のめりにいて負けたと感じています。背中に傷をつけない。それが竹内さんの生き様。コンクリートを食いながら一生ついていきます。ああ、歯が痛え。いいぞ。いいぞ。情緒がすごいな。いや、もう信者たくさんですよ。すごいっすね。今だからこの不動産を探しているマミヤファンと。不動産信者しかいない。コンクリート一緒に食べたいという竹内ファンと、いますが。うんうん、お、まだ来てますね。ラジオネーム、タイラー・ダーテン。俺、同世代のイケメンがピーチクパーチクやってるチャラチャラレイディオがマジ許せなくて。おっと。今日もラジオガブガブ噛みながら聞いてたんだけど、一個だけ気づいたことがある。千葉くんはマジで可愛い。須田は MC の責任感をもっと持って、千葉くんの描写はもっと繊細に、鮮明に描いてほしい。千葉くんしんどかったら寝転がっておしゃべりしていいよ。千葉くんにメール読んでもらいたい。まあね、でも千葉もこの時間だとヒゲ生えてるけどな。そうですね。あれ青くなってきてる。今日間宮氏に一発何言ってきたんですか。いや俺ね今日ではお答えください。まずは間宮祥太郎さん。島原天草の乱。おお、これは天草大王にかけてインテリですね。いいですね。間宮です。ありがとうございます。間宮さん素晴らしいですね。では野村周平さん、どうぞ。この間でしょ？ん？この間でしょ？この間です。4月中ってことよね。そうですね。エイプリルフールに嘘をつけなかった。あー。うん、天草大王楽しみにしてた、エイプリルフール。うん、あの嘘つきたかったね。うん、正解を。正解があるんだね。いきますね。正解は、実家から送ってもらったお米を、すべてキッチンにぶちまけてしまったこと。全然インテリちゃうやないかい。どこがインテリやねん。お米一つ。二人とも正解、残念。正解で。でも俺の方がそうやったら悲しいよ。お米食べようと思ったら、うん、2017年やん、うん、賞味期限2016年やった。マジか。いやでもそういうね、こう一人暮らしあるあるなんですよ、これは。ああ、ね、実家からね、あの一人暮らしで頑張ってる息子に送ってくれたお米をキッチンにぶちまけてしまったっていう、これはね、がっかりですよ。本当に。お二人とも真面目に答えていただいて。はい。まみやさん、なんて言いましたっけ。掘り返さなくていいですよ。いえいえ、島原。島原、天草の乱。天草の乱。でも俺の方がそれやったら勝ちじゃない。勝ちって、そうか、うん。まあね、でもこれはお二人とも、残念ながら不正解です。はい。あと2問あるんでね。はい。ちゃんと気合入れてください。気合、はい。はい。ふんどしを締めてる気持ちで。はいはい。ちゃんと気合入れて頑張ってくださいね。はいはい。それでは、第2問。はい。ラジオネーム、何ぬねノーブラ。うわ、おい？本当に？好きな女の子の、好きな女の子のタイプを聞かれた時の一番いい答えは何？シンキングタイム！好きな女の子のタイプを聞かれた時の一番いい答えは何？どうぞお考えください。まあ、これはね、インテリ俳優、そしてイケメン俳優のお二人は、これはね、ぜひ、もう、まあ、簡単でしょ。もう、2、3個ババッと答えが出てきてると思います。何ぬねノーブラさん。何ぬねん。もうこんなんも簡単すぎて逆にはずいみたいな、ね。好きな女の子のタイプはって聞かれて、まあまあ、こう答えると一番いいでしょう。では、ついもわからへんよ。お答えいただきましょう。まずは、マミヤさん。いっぱい食べる君が好き。これはいいんじゃないですか。うん、 いいね、いいですね、うん。イケメン俳優ですね、ちゃんと。これ、一昨日ぐらい僕マネージャーに言いましたもん。マジで、うん、マネージャーを口説いたってこと。違う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 。一番ダメそうですね。キャップは。キャップは。全く本当に成績とかやばかったですからね。本当に学校あれ大学は大学は行きましたけど。うん、お、行ってるやん。スポーツで行ってるんで、勉強法じゃないです。今のスポーツでっていう時に、うちの構成作家がすごい笑いましたけど。ちょっとまあでもね、うん、でもそりゃ、まあ、ね、うん、イケメンだけじゃなく、インテリアぞっていう、そうですね。心のイケメン俳優じゃないとやっぱり、うん、これから戦っていけませんから、うん、志尊淳どうですか。志尊、そうですね。でも、周平君には負けたくないです。お、なんで？なんか、うん、負けたら
やばいな。あ、いいよ、別に、負けない負けない。いや、勝てばいいじゃん。大丈夫、勝つ勝つ。おー、すごい、バッチバチやんか。あ、ごめんなさい、千葉です。千葉ちゃん、野村だよ。野村、やめろ。まあ、ということで、インテリナンバーワン、誰が栄光を手にするのか。この後、お知らせを挟んで、第一試合です。おー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。東京千代田区有楽町の日本放送キーステーションに全国36局ネットで放送中、菅田将暉のオールナイトニッポン。菅田将暉です。では本日のスペシャル企画に参りましょう。超スーパーインテリ若手イケメン俳優ナンバーワンチャンピオン決定戦。タラルタラルテレレ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 テレ。若手俳優の中で誰が一番インテリなのかを決める企画でございます。ちょっと噛みました。はい、まあインテリと噛むの関係ないからね。はいはいはい。そしてゲストの野村周平、竹内涼真、間宮祥太朗、志尊淳、千葉雄大、そして僕菅田将暉で争います。さあここから第一試合です。大丈夫。いやちょっとテンション上がってんねんって。ほんま、いや今日3回目やからね。何が？あの菅田将暉のオールナイトニッポン。そうやな、まだまだ、うん、はい、まだあるまだお試し期間やね。はい、頑張ろうや。頑張ります、うん。すいません。ありがとうございます。さあ、ここから第一試合ですよ。まあ、6人同時に争うのは、さすがにこう、ラジオとして成立しないので、2人ずつ対決していきます。大丈夫？2人ずつタイツ。タイツ。タイツ。2人タイツって。2人タイツって言うと思ったな。まあ、他のメンバーは外で待機しています。まあ、それを3回やって、勝った3人で決勝戦を行います。ということで、第一試合はこの2人。野村修平です。間宮祥太朗です。はい。野村周平、間宮祥太朗。はい。第一試合はこのお二人です。うん、どうですか試合前。自信ありますか？周平には負けないと思いますけど、ね。お、間宮氏、周平には負けないと。うん、野村氏どうですか？まあ、インテリって、まあ、勝ち負けじゃないじゃん。そこじゃん。俺、勝ち負けで考えてね。どういうこと？正解！まあ、めっちゃ遠い国、めっちゃ遠い星。正解これいいでしょう。やったー！志尊淳さん大正解！これは、奇跡！やばい。これだって、ちょっと待って。マジで？誰も正解出ると思ってないから、うん、今日。これ3択で同点になっちゃうパターンじゃないですか。奇跡出たやん。何正解出してんの？すいません。ちょっとそこはさ、お前、大喜利でいけよ。何してんの？おい！さっき大喜利じゃないって言われたんで、やっぱ真面目に行くとこかなと思って。あ、まあでも、なんて答えました？めっちゃ遠い星。ですよね。答えめっちゃ遠い国なんですよ。これ皆さんどう思います？オレンジの2人。まあまあ、これちょっと年功序列で、ちょっと千葉くんどう思う？千葉くんどう思います？僕はやっぱり、ダメだと思います。やっぱ、クリフダメ。クリフダメ。ダメだよね。これはじゃあ、なしということで。はい。マジっすか？はい。まあ、もっとし、惜しかったんですけどね。まあ、もっとやっぱ真剣に。そうですね。はい、でも、ラジオ的に面白いのは多分そっちだと思うんで。やめろ、そんなマジで。大人。まあ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 。しょうがない。やっぱ ね、一言一句間違っ、ね、正解やんないと。インテリっていうのは、漢字の書き方、画数、書き順から、全部やっぱ正解じゃないですか。そうですよ。ね。はいはい。じゃあ、第2問いきますか。はい。はい、おいで。ラジオネーム、僕のアンパン勝手に食べたの誰ですか？俺。山形。女の子からの告白を断るときに、どうすれば相手を一番傷つけずに断ることができるでしょうか。シンキングタイムスタート。これは、早押しですよ、皆さん。野村、はい、君、ブラつけてんじゃん。ブブー！惜しい。傷つけ、惜しい？うん、ごめん、惜しくない。はい、さあ、早押し。もう全然順番とかないからね。千葉。昨日会えたらよかったのに。みたいな。不正解！惜しいの。女の子からの告白を断るときに、どうすれば相手一番傷つけずに断ることができるでしょう。はい、どうぞ。これ野村さんいけるよ。野村さんいける？野村、これ結構野村さんっぽい。いける。あ、オッケー。野村。はい、どうぞ。いや、今日パンツ履いてるやん。なんでやねん、履けよ。野村さんっぽい。ここは履けよ。子孫。あ、子孫。No thank you, check it out。はい、野村さんっぽい。お前周辺のことラッパーやと思ってんの。あ、野村。おい、ティーバックじゃないんかい。あー、正解。よし。正解。ええ。ただもっとこの硬派な感じ。硬派な感じ。
いけるよ、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 いけるよ。千葉、千葉、千葉。千葉、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 千葉。結婚、なんじゃじゃ、僕にはあの、心に誓った相手がいて、みたいな。おぉ待って、めっちゃ惜しい、惜しい、惜しい、惜しい。あ、取れた。それは取れた。はい。君のお母さんの方が好き。これはもう、これは。います。はい、変な言い方でした。お願いします。ございます。ま、なんで竹内涼真かと言いますと、映画定一の国で、竹内が演じている役が、正義の男、大高段だから。正義の男、だから。だから。これはもう信用できるでしょうという、番組側の安易な考えでございます。では、始めていきましょう。はい。では、問題です。東京都清瀬市、ラジオネーム、レゼスタさん。うん。問題。残業を頼まれた時にうまく断る言い訳は？シンキングタイム、スタート！残業。残業ですよ。もう一回言って、もう一回問題言って。残業を頼まれた時にうまく断る言い訳は？うん、まあ、ありますよね。なんて全然入ってこんかった。もう一回言って。残業を頼まれた時にうまく断る言い訳。ああ、なるほどね。残業頼まれた時に。ああ、なるほど。はい。なるほど、なるほど。言い訳か。残業頼まれた時の、ね。ラジオネーム、レゼスタさんです。まあこれインテリとして当然っちゃ当然やね。そうだね。残業、まあこう、角が立たない感じで。なんで？角が？角が立たないように。立たないようにね。まあなるほど。絶対遭遇しますからね、ここは。ああ、そっか、そっか。うん。社会人はね。うん。はい。では、お答えいただきましょう。千葉くん。明日絶対に頑張ります。おー。須田くん。アイス食べないか。あれ須田くん。いや。あれ須田くん、ちょっともう一回言ってもらってもいいですか？いや。アイス食べたいから。これ、あ、ちょっと理由聞かせてもらってもいいですか？それどういうことですか？いや、やっぱね、インテリは血糖値、糖分が足りないと。あ、常に考えてるから。そう、常に考えることいっぱいあるから。あ、インテリっぽい。そう。やっぱアイス食べんと。だから、アイス食べて家で残業しますということですよ。はい。これ今までで一番やばいぞ。ちょっと須田くん意外な、あ、もしかして、大丈夫かな？やばいっすね。じゃ、とりあえず答え聞いてみますか？はい、答えです。すいません。飼ってるワニが脱走したので、探さなきゃいけないんですよ。お疲れ様でした。いや、わかるか。レジスター。レジスターわかるか。いや、レジスターだな、考え方が。なんて？なんて？ワニが、脱走したので、探さなきゃいけないんですよ。ラジ、ラ、なんてなんて？ワニ、ワニ、ワニ。脱走したから探さなきゃいけないから、残業できないって。はい、お疲れ様でした。なんや、この問題。卑怯や。嘘やん。ワニ飼ってるわけないし。まあそうです。あれ、ワニって飼えるのかな？今そこどうでもやる。ちょっと。ワニ真面目か。まあでもこれ俺の方が近かったんちゃう？アイス？ちばくん何でしょう？明日頑張ります。明日頑張りますっていうのは？根性論やんだって。まあこ、やつやぞ。ママだけじゃないぞ、甘やかしてんのは。なになに？もう世の中が野村周平を甘やかしてるぞ。あ、そうなん？じゃあまあこの後野村修平出てきますが、最強インテリ須田雅貴 VS 千葉雄大をお送りしていきたいと思います。ぜひ皆さんこれからね2時台参りますからね、よろしくお願いします。感想もお待ちしております。東京千代田区有楽町の日本放送キーステーションに全国36局ネットで放送中、菅田将暉のオールナイトニッポン。菅田将暉です。では引き続きこちらのスペシャル企画、超スーパーインテリ若手イケメン俳優ナンバーワンチャンピオン決定戦。若手俳優の中で一番のインテリを決める企画でございます。ゲストの野村修平、竹内涼真、間宮祥太朗、志尊淳、千葉雄大、そして僕菅田将暉で争っています。二人ずつで対決して勝った三人で決勝戦を行います。第一試合は野村修平、間宮祥太朗が戦い、勝ったのは野村修平。第二試合は竹内涼真、志尊淳が戦って、勝ったのは志尊淳、ってことで第三試合はこの二人、千葉雄大です、そして僕須田雅貴です、ということで第三試合、千葉雄大と僕須田雅貴、どうですか千葉くん。
もう寝転がっちゃおうかな。あ、全いやもう全然面白くない。さっきからね、もう全然笑えない。なんで？何その可愛いって。深夜リスナー可愛いで笑うわけないやん。髪切ったんどう？え、全然可愛くない。もうあのチョキチョキ時代から見てるから、その髪型は。まあですよね。もう全然ここ俺のオールナイトニッポンやからね。ほんまに。メール来てます。ラジオネーム、うん、ジャイアント厚彦。千葉雄大さん結婚してください。なんでやん。考えとくね。ふざけんな。ふざけんな。邪魔しちゃお前。これ俺のオールナイトニッポンやのに、俺にまだ一枚も来てないのに結婚してください。まあでもこの、その可愛い関係ないですから。はい。インテリですね。どっちがどんだけインテリかっていう対決ですからね。はい。ではそろそろ第3試合参りましょうか。はい。問題はリスナーが送ってくれています。正解数の多い方が決勝進出となりますが、今まで僕、菅田将暉が問題出していましたが、僕ももちろん答えるので、うん、参加者なので、僕が問題出して答えるなんてことはもちろん、インテリに反するということで。そうですよね。第3試合は、この方に問題を出してもらいたいと思います。竹内が問題を出します。うん。お願いします。いただきます。はい。変な言い方でした。お願いします。ございます。まあ、なんで竹内涼真かと言いますと、はい、映画定一の国で竹内が演じている役が、はい、正義の男、はい、大高段だから。メール来てます。はい、ラジオネーム、コロンビア。はい、おい、須田よ。野村が舞い上がってる。それを抑えるんが今日のお前のお仕事。野村を止めてくれ。そんな舞い上がってへんぞ。まだまだいけるところ、俺さっきなんかいろいろ言われて結構テンション下がってんねんかな。え、どうしたどうしたそんな。野村くん今日はちょっと、うん、あの、テンション低めでお願いしますみたいな。え、マジで、うん、みんなに心配されてたからね。そう、みんなに心配されてんの。暴走機関車。うん。ただ俺は止めらんねんぜ。いいですね。コロンビアさんの言う通りですね。いいですね。うん、ラジオネームピッチョン。マミヤさんが唯一まともな人なんだろうなという印象です。はい、ああ、ありがとうございます。そうでございます。今度ぜひ不動産の相談をさせてもらってよろしいでしょうか。なんで僕に不動産の相談をね。やっぱまともな人やから。はい。マミヤさんは。はい。じゃあ勉強しておきます。真面目。はい。ピッチョンさんこれはね、ぜひ、信頼を置いて相談していただきたいと思いますけど、仲いいっけ二人。うん。俺らはね、結構仲いいんです。そうやね。でもまあみんな仲いいけどね。うん。うん、じゃあそろそろ行きますか。あ、問題？問題。いや、二人でもっと盛り上がるかなと思ったら意外と真面目やから。あ、いいよいいよ、やろうよ。じゃあもっと盛り上がろうよ。お、うん、何の話するよ。お、もっと質問バンバン来いよ。第一試合に参りましょう。よっしゃい。問題はですね、リスナーが送ってくれています。正解数の多い方が決勝進出となります。はい、じゃあ行きますね。いいですか。はいはい。問題、ラジオネーム天草大王。天草大王。この前、僕の身に起こった不幸な出来事とは何でしょうか。あ、そういうこと。進撃隊のスタート。あ、不幸なこと。まあ、これは。あ、それインテリア。ね、わかんないな。この前、僕の身に起こった不幸な出来事とは何でしょうかという。あ、これインテリ風に答えるってこと。これはインテリの方だったら誰でも答えれる問題ですね。天草大王が。天草大王に何が起きたのかしっかり考えてください。インテリのお二人なんでね。ちゃんと天草大王の気持ちになって。インテリのお二人だったら、これはまあ、まあ、ほんと教科書一ページ目というか、うん、誰でも答えれる。インテリやったら、これは誰でも答えれる。この前、天草大王の身に起こった不幸な出来事とは何でしょうか。あれ、わかるわけないやろ。何やねん、この問題。島原。お、お、では、お答えください。まずは、間宮祥太郎さん。島原、天草の乱。おー、これは、天草大王にかけて、インテリですね。いいですね。間宮です。ありがとうございます。間宮さん、素晴らしいですね。では、野村周平さん、どうぞ。1月頃から一人暮らし考えてます。お、初めての一人暮らし、だいたいどの辺の地域がおすすめですか。そうですね。まあ、東京で言うとね。うん、東京で言うと、どうですか、はい、でも、例えば、埼玉の方だった。あの、赤羽とかね。あの、ちょっとずつ都内の中心部に寄っていくのがいいと思います。あ、でも、あの、東京済みなんですよね。あら、ファンタスティックさん。そしたらどうですかね。はい、もう思い切って渋谷に住んじゃった。なるほどね。はい、ラジオネームピルロ。マミヤさん。はい。あの、池袋から徒歩5分不動産やめえ。
え不動産の質問しか来ない。聞いてくれないんですか。いや、聞きます、聞きます。じゃあ、池袋から徒歩5分、はい、地区10年以内の、1K で8万5千円、ユニットバスなんですけど、はい、ここどうですかね。いや、いいと思いますよ。あ、いいですか。はい。やっぱりね。ユニットバス無理です。いや、野村さんには聞いてないんですよね。そうね、甘やかされた野村さんには聞いてないですよね。甘々ですわ。甘々ですわ。不動産王ですから。はい。やっぱりね、はい、10万以下っていうのがいいと思いますよ。あ、なるほど ね、はい、8万5千円で8万5千円いいと思います、ね、はい、築10年が結構新しい、うん、なのにユニットバス、でもユニットバスもね、慣れれば、うん、すごい快適ですよ。さすが不動産王、説得力がなんか、あとね、やっぱね、掃除が楽よ。ああ、そうね、ユニットバスは、ね、一気に水でバーいける感じがね、うん、あそこはね、もう本当にえ、マミヤさんの家もユニットバス、今は違う。あ、今は違う、今は違う、あ、今は違う、もともとはもともとはユニットバスだったし、僕が最初に住んだ家は、カチカチカチボっていう風呂。なるほどね。うん、俺、吹くタイプの風呂だったらいいけど。そう。ふーって。原始の人か。ラジオネーム、パロンドール。大喜利王野村さん。たくさんの爆笑ありがとうございます。もう十分、もう十分です。もうほんと十分です。これ以上の面白センスは身に余る光栄であります。どうか一刻も早くお帰りください。本当にお疲れ様でした。お前には触れてもやらねえ。次のリスナーさん触れたい。ラジオネームうずら、野村さん。最後に、僕たちのお笑いを認めてくれて本当ありがとうございます。感謝しています。僕たちの方は本当1ミリも認める気はありませんが、本当嬉しいです。なんか、お前どうすんのこれ。俺、ショックでどうにかなるぞ。まあ、いいのか。まあいいよ。もうお前、あれ、明日、家の前に立っといてやるから。いや、みんな大好きやんか。こんなにやっぱみんな好かれるってすごいと思うで。疲れてないで。いや、疲れてるよ。疲れてるよ。こんなバチバチなバトルをみんなしたいんやから。東京都ラジオネーム、ジャイアント厚彦。もうなんかありがとうございます。来週から千葉雄大のオールナイトニッポンですね。来週ラジオペロペロしながら来ます。おい、舐めすぎ注意だよ。うるさいわ。うわ、腹立つ。うるさいわ。腹立つ。うわ、めっちゃ腹立つ。菅田将暉やから。菅田将暉のオールナイトニッポンやから。本当に。一生ペロペロなんて言わないでください。いや、もう腰たんたんと。もういつもガラスにへばりついて見てるから、もう。いや、もう本当教授に。あ、野村、さあ、どこ、どこ君との距離。さあさあ、はい、どんどん行こう。千葉、はい。なんか、ナインなんとかビーチみたいなとこ。あ、違う、次。はい、野村、はい、違う、シソン。すっごい銀河。あー、惜しい、千葉、宇宙。違う。銀河鉄道39。あー、違う。はい、次、めっちゃ遠い。星。はい、正解。どういうこと？正解。めっちゃ遠い国、めっちゃ遠い星。正解、これいいでしょう。やったー。子孫純さん、大正解。これは、奇跡。やばい。これだって。ちょっと待って。マジで。誰も正解出ると思ってないから。うん、今日。これ3択で同点になっちゃうパターンじゃない。奇跡出たやん。何正解出してんの、すいません。ちょっとそこはさ、お前、大喜利でいけよ。何しっけん。おい、さっき大喜利じゃないって言われたんで、やっぱ真面目に行くとこかなと思って。あ、まあでも、なんて答えました？めっちゃ遠い星。ですよね。答えめっちゃ遠い国なんですよ。これ皆さんどう思います？オレンジの2人。まあまあ、これちょっと年功序列で、ちょっと千葉君どう思います？千葉君どう思います？僕はやっぱり、ダメだと思います。やっぱ、クリフダメ。クリフダメ。ダメだよね。これはじゃあ、なしということで。はい。マジっすか？はい。まあ、もっとし、惜しかったんですけどね。まあ、もっとやっぱ真剣に。そうですね。はい、でも、ラジオ的に面白いのは多分そっちだと思うんで。やめろ、そんなマジで。大人。まあ。しょうがない。やっぱ ね、一言一句間違っ、ね、正解やんないと。インテリっていうのは、漢字の書き方、画数、書き順から、全部やっぱ正解じゃないですか。そうですよ。ね。はいはい。じゃあ、第2問いきますか。はい。はい、おいで。ラジオネーム、僕のアンパン勝手に食べたの誰ですか？俺。山形。女の子からの告白を断るときに、どうすれば相手を一番傷つけずに断ることができるでしょうか？シンキングタイムスタート。これは、早押しですよ、皆さん。野村、はい、君、ブラつけてんじゃん。ブブー！
惜しい。傷つけ、惜しい。うん、ごめん、惜しくない。さあ、早押し、早押し、早押し。もう全然順番とかないからね。ちば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 。昨日会えたらよかったのに。みたいな。不正解。え、惜しいの、惜しいの。女の子からの告白を断るときにどうすれば相手一番傷つけずに断ることができるでしょう。はい、どうぞ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 。これ野村さんいけるよ。野村さんいける。いける？野村、結構野村さんっぽい。いける。あ、オッケー。野村。はい、どうぞ。いや、今日パンツ履いてるやん。なんでやねん、なんでよ。野村さんっぽい。野村さんっぽい。そこははっきり。なんで俺が不動産音になんでいや、あれ、面白かった。マミヤさん。はい。あ、ラジオネーム、ファンタスティック。ファンタスティック。マミヤくん。はい。8月頃から一人暮らし考えてます。お初めての一人暮らし、だいたいどの辺の地域がおすすめですか？そうですね。まあ、でも東京で言うとね。うん、東京で言うと、はい、どうですか？でも、例えば、埼玉の方だった。赤羽とかね。あの、ね、ちょっとずつ都内の中心部に寄っていくのがいいと思います。あ、でも東京住みなんですよね。あら、ファンタスティックさん。そしたらどうですかね。はい、もう思い切って渋谷に住んじゃった。なるほどね。ラジオネームピルロ。マミヤさん。はい。池袋から徒歩5分。不動産やめえ今え不動産の質問しか来ない。聞いてくれないんですか？いや、聞きます、聞きます。じゃあ、池袋から徒歩5分、はい、築10年以内の、1K で8万5千円、ユニットバスなんですけど、はい、ここどうですかね？いや、いいと思いますよ。あ、いいですか？はい。やっぱりね。ユニットバス無理です。いや、野村さんには聞いてないんですよね。そうね、野村さん。甘やかされた野村さんには聞いてないですよね。甘々ですわ。甘々ですわ。不動産王ですから。はい。やっぱりね、10万以下っていうのがいいと思いますよ。あ、なるほどね。8万5千円で。8万5千円でいいと思いますね。築10年が結構新しい。なのに、ユニットバス。でもユニットバスもね、慣れれば、うん、すごい快適ですよ。さすが不動産王。説得力がなんか。あとね、やっぱね、掃除が楽よ。ああ、そうね。ユニットバスは。ね、一気に水でバーいける感じがね。うん、あそこはね、もう本当に。え、マミヤさんの家もユニットバス？今は違う。あ、今は違う。今は違う。あ今は違う。今は違う。もともとはもともとはユニットバスだったし、僕が最初に住んだ家は、カチカチカチボーっていう風呂。なるほどね。うん俺は、吹くタイプの風呂だったらいい気ですよ。そう。ふーって。原始の人か？ラジオネーム、パロンドール。大喜利王野村さん。たくさんの爆笑ありがとうございます。もう十分、もう十分です。もうほんと十分です。これ以上の面白センスは身に余る光栄であります。どうか一刻も早くお帰りください。本当にお疲れ様でした。お前には触れてもやらねえ。次のリスナーさん触れたい。ラジオネームうずら、野村さん。最後に、僕たちのお笑いを認めてくれて本当にありがとうございます。感謝しています。僕たちの方は本当1ミリも認める気はありませんが、本当に嬉しいです。なんか、俺、お前どうすんのこれ。俺、ショックでどうにかなるぞ。まあ、いいのか。まあいいよ。もうお前、あれ、明日、家の前に立っといてやるから。いやみんな大好きやんか。こんなにやっぱみんな好かれるってすごいと思うで。疲れてないで。いや疲れてるよ。疲れてるよ。こんなバチバチなバトルをみんなしたいんやから。東京都ラジオネームジャイアント厚彦。もうなんかありがとうございます。来週から千葉雄大のオールナイトニッポンですね。来週ラジオペロペロしながら来ます。おい舐めすぎ注意だよ。うるさいわ。うわ腹立つ。うるさいわ。腹立つ。うわめっちゃ腹立つ。菅田将暉。